23年ぶりに友人の明美と再会した私は、生まれたばかりの初孫の写真を見ながら談笑していた。これが初孫の生まれた瞬間の写真よ。かわいいでしょ。本当にかわいいわね。でも幸子には似てないわね。娘が夫にだからかしらね。でも目元なんか私にそっくりじゃない？念願の初孫自慢ができて浮かれる私。しかし次の瞬間。そう？幸子より私にそっくりだと思うわ。あ、そういえば娘さんと孫の花ちゃんって同じ誕生日なのよね。すっごい奇跡。まだ話していないはずの情報を明美が知っていたことに驚くと同時に、得体の知れない恐怖と違和感を覚えたのだ。そこで私はこっそりとその時の会話を録音しておくことにした。その日の夜、一通りの家事を終え、一息ついた私は、早速録音した音声を聞いてみることにした。しかし、ほとんどが何の問題もない普通の会話だった。気になることといえば、この10か条くらいね。明美からカフェの成功を願ってと言って渡されたメモ。少し変な内容ではあったが、こちらもごく普通のことが書いてあるように感じた。しかし、しばらくじーっと見つめていると、文字の一部がふわっと浮き出るような感覚に襲われたのだ。それらを順につなげていくと、あなたの孫、私のよ、と読むことができた。これがピンとくるという感覚なのかと自分でも驚きながら、次に文章の意味を考えてみることにした。あなたの孫とは、先日生まれた初孫のことだろう。お茶会でも話題に出ていたし、これについては間違いないと確信した。しかし、私のよってどういう意味かしら。この部分に関してはさっぱり意味がわからなかったのだ。他の部分でも試してみたが、文章になるのはこの部分だけだった。明美、少し性格が変わったみたいだし、悪い冗談かもしれないものね。そう自分に言い聞かせながら気持ちを落ち着かせた。だが、これが明美からの恐怖の贈り物だったということを、この時の私はまだ気づいていなかったのだ。私は城田幸子、40代の元パート社員だ。私と夫の武雄は、一人娘のマリコが結婚し、家を出たことをきっかけに田舎暮らしに憧れるようになった。そして数年前、夫が早期退職を決めたことをきっかけに、私たちは住んでいた家を売り払い、私の地元に戻った。実は地元には、両親が他界してからずっと手つかずの状態だった実家が残っていたのだ。私たちはそこを改装し、古民家風のカフェを開こうと考えていた。まさかこんな形で夢が叶うなんてな。これからも夫婦二人三脚でよろしく頼むよ。こちらこそよろしくお願いします。引っ越しを終えた日の夜、私と夫はこんな会話をしながら、新しい門出を互いに祝い合っていた。しかし、この時の私たちはまだ知らなかったのだ。この引っ越しが恐ろしい事件の引き金になってしまったことを。地元に戻ってしばらくは、実家の掃除や内装工事などで忙しい日々を送っていた。そんなある日、珍しく実家のポストに手紙が入っていたのだ。え？手紙？ここは店舗だけの予定だから手紙が来るはずないんだけど。広告とか新聞の勧誘じゃないのか？空き家に人が入ると、確かにそういったものが投函されることはよくある。しかし、
ポストに入っていた手紙はどう見てもそういう類のものではなかったのだ。私宛てだけど住所が書いてない。しかもこの封筒切っても貼ってないわ。見れば見るほど怪しく感じるその手紙を私は恐る恐る開封する。得体の知れないものに対する言い表しがたい恐怖が私の背筋を静かに凍らせていた。しかし中に入っていた便箋を読んだ途端、その恐怖は一瞬で喜びと懐かしさに変わったのだ。え、嘘、信じられない。あなた見て。そんなに騒いでどうしたんだ。親友の明美から手紙が来たの。彼女も数年前からこっちに戻ってるんですって。それでまた会いたいって。明美さん、ああ、高校まで一緒だった人か。確か結婚式にも来てくれたんだよな。ええ、あの後お互いに忙しくなったせいか、いつの間にか疎遠になっちゃって、年賀状もずいぶん前に返送されてからは音信不通だったの。そういえばそうだったな。開店準備も順調だし、好きな時に会いに行くといいよ。ありがとう竹雄さん、早速連絡してみるわ。明美と知り合ったのは小学2年生の時だった。彼女はご両親の仕事の関係でこの町に引っ越してきたらしい。子供の頃の明美は物静かで控えめな性格だった。だからクラスでも一人でいることが多く、いつも寂しそうにしていた。当時私はそんな明美のことが気になってはいたが、声をかけるきっかけをつかめないでいた。そんな私たちを結びつけてくれたもの、それは当時大人気だったとあるキャラクターの鉛筆だったのだ。彼女が大事そうに筆箱にしまっていたその鉛筆を見た時、私は絶好のチャンスだと思い、すぐに声をかけた。あ、私も同じもの持ってるよ。明美ちゃんも好きなの？え、あ、うん、これ私の宝物なんだ。そうなんだ。ねえ、うちにいっぱいグッズがあるからこれから見に来ない？お家に行ってもいいの？もちろん。私幸子、よろしくね。よろしくね。この日以来、私たちはずっと親友だった。たとえクラスが違っても授業中以外はほとんど一緒にいた。大学ももちろん同じところにしようと約束していたほどだ。しかし高校3年生の夏、明美のご両親が離婚し、明美はまた遠方に引っ越すことになってしまった。当然予定していた大学を受けることもできない。私は大泣きしながら別れを惜しんだ。そしていつか絶対に会おうと約束し、連絡先を交換したのだ。大学進学後も私たちは不定期に連絡を取り合っていた。しかし学業とバイトの両立に忙しく、再会の機会を設けることはできなかったのだ。ようやく会えたのは私と夫の結婚式の時だ。話したいことは山のようにあったのだが、明美は仕事の都合で二次会は不参加。その後改めて会う約束をしようと何度か連絡を取ったのだが、スケジュールが合わず、最後は音信不通となってしまったというわけだ。まさか明美の方から連絡をしてくれるなんて。地元に戻ってきて本当によかった。人生の新しい門出と気がかりだった親友との再会。この時の私の心はまさに幸せの絶頂だった。そんなふわふわと温かい気持ちのまま迎えた再会の日。あ、明美、こっちこっち。幸子、ごめんね、待たせちゃった。全然、私もさっき来たところ。よかった、じゃあ行こう。23年が経ち、お互いに老いは隠せない容姿になっていたが、一目で明美だと分かった。その理由は特徴的なほくろと
昔と変わらない控えめな笑顔だった。結婚式の時は少しやつれた印象だったけど、今は顔色もいいし、大丈夫になったみたいね。仕事があるので二次会に参加できないと話していた当時の明美は、着飾っているはずなのに、どことなくボロボロな状態という印象だった。しかしこの日の明美は薄化粧で肌ツヤがよく、生き生きとしているように感じた。明美も幸せな日々を送っているのね。そう思うと、この後の雑談が楽しみで仕方なかった。しかし、実際に会話を始めると、私が思い描いていたものとはだいぶ違っていた。まず、明美は自分自身の話をほとんどしたがらなかったのだ。今はどんな仕事をしているのか、休日はどう過ごすのか、家族はいるのか、こういった内容には一切答えてくれなかったのだ。そして二言目には、私の話はいいから、幸子の話が聞きたいな。と言って話をそらすのだ。話さないということは話したくないのかもしれない。いくら親友だったとはいえ、23年も会っていなかった相手にナイーブな話はできないということなのだろう。私はほんの少しだけ寂しさを感じたが、黙って飲み込んだ。そして明美のリクエスト通り、私のこれまでの人生について聞かれるままに答えたのだ。旦那さんは早期退職なのよね。それだとやっぱり退職金が多くもらえるの？定年でもらうよりは多いらしいけど、仕事を辞めた後のことを考えると別に得したって感じはしないかな。あ、娘さんは元気？確かマリッコちゃんだっけ？元気よ。あ、実は去年結婚してね、先日孫が生まれたのよ。写真見る？もちろん、見せて見せて。実を言うと、私は誰かに初孫の話をしたくてうずうずしていた。だからこの時は、ついに話せると舞い上がっていたのだ。しかし、これが恐怖の始まりになることを私はまだ知らなかった。これが初孫の生まれた瞬間の写真よ。かわいいでしょ？本当にかわいいわね。でも幸子には似てないわね。マリコが夫にだからかしらね。でも目元なんか私にそっくりじゃない？そう？幸子より私にそっくりだと思うわ。マリコちゃんも目元が私にそっくりだものね。え？そうかしら。そうよ。あ、そういえばマリコちゃんと孫の花ちゃんって同じ誕生日なのよね。すんごい奇跡。今度二人分のお祝いを送りたいんだけど何がいいかしら。幸子、マリコちゃんに聞いてみてくれない？え？ああ、わかったわ。あれ？私孫の名前なんて教えたかしら。それに誕生日のことも。まだ伝えていないはずのことを明美が先に話し始めたことに私は違和感を覚えた。そして相変わらず明美のことは何もわからないままなので、なんだか自分だけが自慢話をしているように感じ、少し気が引けてしまった。そんな時だった。あ、そういえばマリコちゃんは里帰り出産だったのよね。自分が生まれた病院で今度は自分が出産するなんて、なんか運命的じゃない？感慨深い気持ちだったでしょうね。まただわ。伝えていないはずの情報を明美が再び口にしたのだ。さすがに二度はおかしいと思い、今回は明美を問いただす。確かにそうだけど、なんで知ってるの？え？さっき自分で話してたじゃない。いやだ、もうボケちゃった？明美に何か秘密があると思っていた私は完全に面食らってしまった。そうだったかしら。ごめんなさい、私ちょっとお手洗いに。上機嫌で話す明美の笑顔が
やけに不気味で、とても恐ろしく感じた私は、思わずトイレに駆け込んでしまった。気持ちを落ち着かせようと鏡を見ると、青白く血の気の引いた自分の顔が映っていた。何？どういうこと？なんで孫とマリコのことをあんなに詳しく知ってるの？わけのわからない状況に気持ち悪さと違和感だけがどんどん膨らんでいく。その上、どんなに考え込んでも明美が知っている理由が全くわからないのだ。頭の中がパニックになりかけ、自分が本当にボケてしまったんじゃないかとすら思った。落ち着くのよ。私がボケているのか、明美が何かを知っているのか、それを確かめないと。必死に考えた結果、スマートフォンの録音機能を利用して、この後の会話をすべて記録しておくことにした。この時の私は、ただ純粋に、この違和感の正体を知りたいと思っただけだったのだ。あ、幸子、お帰り。デザート届いてるよ。本当だ。うわ、美味しそう。正直な話、デザートのことなんてもうどうでもよくなっていた。でも、違和感の正体をつかむためには平静を装わないと。そう思い、無理やりにでも明るく振る舞った。しかし、デザートの到着により、娘と孫の話はここで終わってしまった。その代わり、話題はオープン予定のカフェの話に変わったのだ。明美は初めこそ、素敵ね、夢が叶ってよかったわね、応援してる、と明るく前向きな言葉をかけてくれた。しかし徐々に、でも、こんな小さな町でやっていけるのかしら。ご近所トラブルとかも多いって言うじゃない？幸子のところは大丈夫なの？そもそもお客さんなんか来るの？開店休業状態になったりして。と、否定的なコメントが増えていったのだ。確かに、経営者になるのだから、この先もやっていけるのか、を真剣に考える必要があるだろう。心配してくれてるんだろうけど、もう少しマイルドに言ってほしかったな。明美、ちょっと性格変わった？この時、私は23年という時間の長さを痛いほどに思い知ったのだ。思い出の中の優しく控えめな明美と、目の前の明美がなんだか別人のように感じてしまい、急に虚しくなってしまった。だから、違和感の正体を探ることを諦め、今日はそろそろ、とお茶会の終了を提案したのだ。すると明美は、あ、ちょっと待って。最後に私から幸子にプレゼントがあるの。と言うと、なんだかとても嬉しそうにカバンの中を漁り始めた。え？プレゼント？このタイミングで？とは思ったが、明美の気持ちは素直に嬉しかった。実は昔、接客の仕事をしてたの。だからカフェが成功するための10か条を考えてきたのよ。そうなの？ありがとう。ようやく聞けた明美の過去に、私はとても興味をそそられた。もちろん違和感の答えにつながるからという理由もあるが、それ以上に明美の今までの人生をもっと知りたかったのだ。しかし、明美がそれを聞くことを許してくれるはずがなかった。私に質問する隙を与えることなく、プレゼントはこれよ。と言って、カバンから取り出したメモをゆっくりと読み上げ始めたのだ。1、挨拶は大きな声で。2、何でも挑戦する。3、楽しく営業する。4、のんびり営業する。5、孫のために頑張る。6、湧き水を使う。7、たくさんのメニュー。8、照明は明るく。9、ノスタルジックな店内。10、洋楽を流す。以上よ。はい、このメモもあげるわ。これを守れば成功間違いなしよ。ありがとう。
参考にさせてもらうわね。なんだか変な内容だったように感じるが、せっかく考えてくれたのだからと思い、お礼を伝えた。ところで明美、さっき言ってた接客の話って。さあ、今日はそろそろお開きにしましょう。私、お会計してくるわね。明美は相変わらず楽しそうに笑っていたが、どこか突き放すようにそう言うと、スタスタと歩いて行ってしまった。その笑顔は、やはりどこか不気味で違和感の残るものだった。おまけに別れ際には、マリコちゃんと花ちゃんによろしくねと妙に娘たちを気にしている。私は明美のすべてが怖くなり、笑顔を作ることも忘れてそそくさとその場を後にしたのだ。ただいま。ああ疲れた。帰宅後はソファーに倒れ込むように横になった。おいおい、どうしたんだよ、はしゃぎすぎたのか。疲弊しきっている私を見た夫が冗談交じりに尋ねてきた。それがね、全然楽しくなかったのよ。あ、そうだ、竹雄さんって結婚式の後に明美と会ったり連絡取ったりしたことある？あ、あるわけないだろう。どんな人だったかも覚えてないよ。そうよね。じゃあ私って最近物忘れが多くなったかしら。数分前に自分が何を話したか忘れてるとか、そういうことあった？おいおい、どうしたんだよ急に。いいから答えて。物忘れしてる？してない？落ち着けって。年齢的な忘れっぽさはあるだろうけど、そんな極端な物忘れはしてないよ。一体どうしたんだよ。実は、私は今日のお茶会での出来事を夫に話した。しかし夫もやはり、幸子がボケたんじゃないかと笑うだけだった。積もる話も多かっただろうから、多少は内容忘れることだってあるさ。それより聞いてくれよ。今日も大変だったんだよ。ん？どうしたの？開店準備のために店に行ったら、カラスが店の前でゴミをばらまいたみたいで、ひどいことになってたんだ。また？一昨日からずっとよね。開店前だからゴミなんて出してないはずなのに、なんで毎朝ゴミが散乱しているんだろうな。カラスのたまり場なのか？ご近所さんにも迷惑がかかるから、早めに対策を考えないとな。ええ、そうね。この瞬間、明美のご近所トラブルという言葉が頭をよぎり、今後のカフェ経営への不安がどっと押し寄せてきた。ああ、ダメダメ。まだ始まってもいないじゃない。今さら不安があってどうするのよ。そうやって自分に活を入れると、カフェメニューの試作品を夕食代わりに作ることで気を紛らわせた。その日の夜、一通りの家事を終え一息ついた私は、お茶会で録音した音声を聞いてみることにした。しかし娘たちの話題が終わってしまった後では、正直に言ってほとんど役に立たなかった。気になることといえばこの10か条くらいね。渡されたメモをじっと見つめながら、頭の中で何度も復唱する。すると突然、文字の一部がふわっと浮き出るような感覚に襲われたのだ。その文字はすべて十箇条の一文字目。そしてそれらをつなぎ合わせると、あなたの孫、私のよ、と読むことができた。これがピンとくるという感覚なのかと驚きながら、文章の意味を考える。あなたの孫とは花のことだろう。しかし私のよの意味が全く理解できなかった。他の文字でもいろいろと試してみたが、文章のようになるのは一文字目だけ。あまりに悩みすぎて、誘拐予告ではないかと考えたりもしたが、さすがに飛躍しすぎだろうと思い、この日はここで考えることをやめた。
とりあえず今日は寝ましょう。そう思い目を閉じたものの、この日はなかなか寝つけなかった。迎えた翌日、やはりカフェの前にはゴミが散乱していた。おまけに散らばったゴミ袋のそばには、ゴミ出しの時間を守れという注意書きまでされている。俺たちの出したゴミじゃないのに、これじゃあオープン前から印象最悪じゃないか。夢の実現に向けて頑張っている夫にとって、このゴミ事件は早急に解決するべき最重要課題だ。そのためこの日はオープン準備の予定を急遽変更して、ゴミ事件を解決するための対策をすることになったのだ。私は前日の寝不足もあり、この日は自宅で休ませてもらうことにした。しかし一人でいると明美のことを考え込んでしまい、結局昼寝ができなかった。そして気がつくと10か条のメモと何時間もにらめっこをしていたのだ。いっそのこともう一度明美と会って話そうかしら、そう思ってスマホのメッセージを開いた時のことだった。あ、そういえば最新のメッセージに明美の SNS のアドレスが載っていることに気がついたのだ。 SNS を交換しようって誘われたんだったわ。私は直感的にあの違和感の正体がわかるかもしれないと思い、明美の SNS にアクセスした。そしてまずは明美のプロフィールを確認する。なるほどね、明美は随分前に旦那さんに先立たれてるのね。だからあまり家族のことを話したがらないんだわ。ほんの少しだが明美の過去を知る手がかりが得られたことに、私は一筋の希望を見出していた。しかし投稿されている画像のほとんどはスイーツかランチを撮ったもの。画像じゃなくて文章に意味があるのかも。十箇条の時のように文字の羅列に意味があるのかもしれないと思った私は、ここから5日ほどかけて全ての投稿内容を確認したのだ。しかしあのメモのようになっている投稿は一つもなかった。そこで次に目をつけたのが明美の交友関係だ。この中に花が生まれた病院に勤めている人がいるのかも。そう予想を立てて上から順に一人ずつアカウントを確認していった。するとすぐに怪しいアカウントにたどり着いたのだ。それは明美のアイコンと全く同じ絵柄を白黒にしたもので、ミアと名乗っていた。この人が共犯者に違いないわ。私はこの時真実がわかるという希望で胸がいっぱいになっていた。明美と食事会をしてから約1週間、さあミアさん、真実を教えてちょうだい。私はようやく現れた目の前のゴールに飛び込むような気持ちでミアのアカウントにアクセスした。しかし、え、どういうことなの？ミアの SNS には画像はもちろんプロフィールすら書かれていなかったのだ。唯一の手がかりになりそうなものは日記のような数件の投稿のみ。とりあえず中を確認してみましょう。あまり期待はしていなかったが、最初の投稿を読み始めた途端、私はその内容に再び恐怖を感じ、震えが止まらなくなってしまった。投稿は明美とお茶会をした日から始まっていた。この日の日記の内容はこうだ。今日、S と久しぶりに会った。相変わらず人を見下した態度と自慢話ばかりで本当に不快。生まれたばかりの初孫の写真を嬉しそうに見せてきたけど、それって私の孫なのよね。何も知らない S、本当にかわいそう。この内容からミアは明美であるということがすぐに分かった。噂でしか聞いたことがなかったが、裏垢と呼ばれるものなのだろう。そしてどうやら仲が良いと思っていたのは自分だけだったようだ。隠されていたたくさんの真実に私はとにかくショックを受けていた。
しかし同時に意味のわからない内容も発見した。それが、それって私の孫、何も知らない S、かわいそうという部分だ。特に私の孫という部分に関しては、十箇条のあなたの孫、私のよという部分とも関係があるように感じた。だから私はその日のうちにすべての日記を読み終え、明美が何を伝えようとしているのかを探ることにしたのだ。しかし、ミアの日記は読めば読むほど不気味で、私の頭を混乱させるだけだった。ちなみに、日記の内容をまとめるとこんな話だ。S の娘と私の娘は同じ病院で生まれ、取り違えられた。その証拠に、本物の娘の出生体重は S の娘と同じ 3025g。S は私の娘が産んだ孫を自慢して、さぞ気分が良かったでしょうね。当然そんなことはありえない。そもそも娘が生まれた時、他に新生児はいなかったのだ。だから看護師さんたちがとても手厚く対応してくれて、ちょっと得しちゃったと思ったほどだ。取り違えは明らかに嘘だったが、娘の生まれた病院、誕生日、出生体重を明美は知っている。そのことがとにかく不気味だった。読めば読むほど謎は深まるばかりで、一向に光が見えなかった。ミアの日記を見つけて3日後、新しい投稿がされていることに気づいた私は、早速その内容を確認した。するとそこにはさらに恐ろしいことが書かれていたのだ。 S は旦那とカフェをオープンするらしいけど、すでにゴミをまき散らして近所に迷惑をかけているらしい。娘を奪い、社会のルールを無視する、そんな恐ろしい人の店なんか怖くて行けないわ、皆さんも気をつけて。日記の最後には店の場所を示した URL が載せられていた。こんな誤解が世間に広まったら、うちのカフェは即閉店じゃない？事実無根の内容を堂々と掲載し、不特定多数に広めようとしている明美の行動に、私は恐怖よりも怒りで全身が震えるのを感じていた。こんなこと、いくらなんでも許せないわ。そしてこの時、私は明美と全面対決する覚悟を決めたのだ。4日後、私は再び明美を呼び出した。明美は以前と変わらない楽しそうな笑顔を振りまきながら、私との待ち合わせ場所に姿を現した。その様子はどう見てもお茶会を楽しみにしている友人だ。しかし、その笑顔の下に隠されたおぞましい本性を私は知ってしまった。このミアって人、本当は明美でしょ？こんな嘘を SNS で拡散して何がしたいの？今すぐ消してちょうだい。この時の私は怒りを抑えきれず、かなり強い口調になっていた。しかしそんな私を見た明美は、なぜかとても楽しそうに笑っていたのだ。何がおかしいの？これは冗談や遊びじゃ済まされないことなのよ。だって、サチコがこんなに怒るなんて初めて見たから。怒った顔がブサイクでつい。明美の的外れで失礼な話の内容に、私はあっけに取られてしまった。すると明美は笑いながら、まあでも、意外と早く気づいたのね。もっと時間がかかると思ってたわ。ヒントの10箇条が効いたのかしら。と話すと、優雅にコーヒーを飲み始めたのだ。自分と明美の温度差に驚かされたが、おかげで冷静さを取り戻すことができた。私は出産後にマリコ以外の新生児が病院にはいなかったことを明美に話した上で、再度 SNS の削除を依頼した。だが明美は削除はしないと突っぱねてきた。そればかりか。確かに嘘を書いたわ。本当は同時に生まれたんじゃなくて、私が病院に侵入して、あなたの娘と取り替えたのよ。つまり結果は同じ。あなたが娘だと思っていた子は私の子供よ。という無茶苦茶な主張を始めたのだ。そんなことありえない。
いい加減に本当のことを話して。ありえなくてもこれが真実よ。じゃあ聞くけど、私はどうして出生時のことを知ってるのかしら。それはね、私がすり替えたからよ。あんたは何も知らずに私の子供をせっせと育ててたってわけ。邪魔見ろだわ。明美は勝ち誇ったようにそう言うと高らかに笑っていた。私はそんな彼女の姿にがっくりと肩を落とすと、しばらくの間現実から目を背けることしかできなかった。私はこれが事実だなんて思ってないわ。それにこの人もね。あなたはどう思いますか。私の呼びかけに答えるように奥の席から夫の武雄と一人の男性が歩み寄ってきた。は？え？なんで？その男性の顔を見た瞬間、余裕の笑顔を浮かべていた明美の表情が一気に動揺し始めた。今回の件で真相を確かめるためにお呼びしたの。SNS のことを尋ねたら、あなたと直接話がしたいって。そんな、ヒロシ、なんでこんなところに？それはこっちのセリフだよ、母さん。そう、私は別に娘をすり替えられたことに絶望したわけではない。親友だと信じ、会いたいとまで願っていた明美からこんなにも恨まれていたという事実に絶望したんだ。ヒロシ、あんたまさか幸子と知り合いだったの？違うよ。今回の件で二人から連絡をもらったんだ。なあ、なんでこんな嘘つくんだよ。嘘じゃないわ。黙ってたけど、実はあなたには妹がいるのよ。そんなわけないだろ。だって母さん言ってたじゃないか。もう子供は産めないけど、俺がいるから幸せだって。それは、だから、あれよ、コウノトリが運んできたのよ。母さん、こんな調べればすぐにわかるような嘘をついて、何がしたいんだよ。怒鳴るようなヒロシさんの声に、明美はまるで別人のように萎縮していた。実は SNS で、宮の日記にたどり着いた後も、私は明美の交友関係を探り続けていたのだ。そしてその中から、息子のヒロシさんを見つけ出し、連絡を取った。正直、いきなり連絡をしても取り合ってもらえないだろうと思い、全く期待していなかったのだが。実は最近、母の言動が変なので気になっていたんです。と、ヒロシさんの方から積極的に連絡をしてきてくれたんだ。こうして強い味方を得た私たちは、明美を呼び出す前に、ヒロシさんと会い、事実確認をすることができたというわけだ。その結果、思いもよらない事実を知ってしまった。まず、明美は両親が離婚後に母親と一緒に暮らしたそうなのだが、大学2年の秋に、その母親が男と一緒に蒸発してしまったらしい。その後に多額の借金をしていることが分かり、闇金からひどい取り立てを受けたそうだ。明美は大学を辞め、借金返済のために夜の仕事を始めた。そしてその時に知り合った男性と男女の関係となり、ヒロシさんを授かったが、その男性と籍を入れることはできず、未婚の母となったらしい。俺が実家を出るとき、母さんは今までの人生のこと、俺の父親のこと、自分の体のことをいろいろと話してくれました。体のこと？明美は何かの病気なんですか？いえ、実は俺が生まれるときに病気が見つかって、出産と同時に子宮を取ったそうです。だからお腹に大きな傷があるのだと教えてくれました。なるほど。つまり明美の子供はヒロシさん以外存在しないってことですね。はい。それから母はもう10年近くこの町に住んでいます。一番いい思い出のある町だから落ち着くと言っていました。でも数年前から急にイライラしたり、上機嫌だったりと情緒が不安定になっていて。明美の情緒が不安定になった時期。それは私と夫が引っ越してきた時期と同じだった。この話を聞いたとき、これは決して偶然ではないだろうと私は思ったのだ。そしてその予想は
悲しくも当たってしまったのだ。私たちが全てを知っていると伝えてからも、明美は不気味な笑顔を浮かべたままだった。そんな明美の態度に困り果てたひろしさんは、なあ母さん、教えてくれよ。こんなことして何がしたかったんだよ、と強い口調で問いただした。すると明美はにやりと笑いながら、何って決まってるでしょ。少しでも幸子が苦しめばいいと思ったのよ。ああ、こんなに早くバレるなんて残念だわ、と楽しそうに答えたのだ。しかし口調や表情とは裏腹に、明美が私を見つめる瞳の奥には明らかな憎悪が滲んでいた。そんな、どうして、私たち親友だったじゃない。嫌われる理由が全くわからず困惑する私に対し、明美は少しイラついた口調でこう返した。はあ、人のことをずっと見下してたくせに、今さら善人ぶらないでよ。え、何のこと。それはまさに寝耳に水だった。しかし明美はそんな私の反応に対し、さらにイライラを募らせたようだ。はあ、と大きなため息を吐いたかと思うと、まくし立てるようにこう言い放った。私は鉛筆一本が宝物だったのに、あんたは棚いっぱいのグッズ。私が親の借金を返すのに必死な時に、あんたは優雅な大学生。豪華な結婚式に幸せな家庭。おまけに老後は夫婦でカフェ、初孫。もういい加減にしてよ。あまりにも突拍子のない内容に、私が何も言えずに黙っていると。年賀状で幸せアピールしたかと思えば、今度は目の前で幸せな姿を見せびらかしてくるなんて。本当にあんたって嫌なやつ。私の静かな生活を返してよ、と続ける明美。まさか、それが理由だって言うの？そうよ。私が不幸になるたびに、あんたは私を見下し、幸せを自慢してきた。だからこれは復讐よ。悪いのは全部幸子の方よ。明美のあまりにも身勝手で一方的な理由に、私と夫は何も言い返すことができなかった。すると、横で聞いていたひろしさんが、そんなわけないだろう。自分が何を言ってるのか分かってるのか、と明美を一喝した。すると明美は再びイラついた目で私を睨むと、おまけに今度は息子まで私から奪おうとするのね。あんたって本当にひどい女ね、と罵声と暴言を浴びせてきたんだ。親友だと信じていた人からの耳を覆いたくなるような言葉の数々に、私の心は折れる寸前だった。明美、一つ教えてちょうだい。娘たちのことはどこで知ったの？あれは病院の臨時事務員になった時に盗み見たのよ。あんたがまた私の目の前でマリコちゃんと病院に行くところを見せつけてくれたから、すぐに病院がわかったわ。そう。すり替えの話も私に復讐するためだったの？正解！かわいい娘と初孫が、実は自分と血がつながってなかったなんて、最高に不幸でしょ？すぐにバレちゃったのは残念だけど、カフェの失敗は確定だろうから、まあ、よしとしましょう。邪悪な笑みを浮かべながら、再び高笑いをする明美。この瞬間、目の前の人物は、私の親友ではない、全くの別人になってしまったのだと悟り、涙がこみ上げてきた。夫はそんな私の様子に気がつくと、そっと腕の中に抱き寄せてくれた。そして落ち着いた声で語り出した。明美さん、あなたはカフェの予定地に毎朝無断でゴミを捨ててますよね。ああ、何のこと。あんたたちのマナーが悪いだけでしょ。私のせいにしないでよ。ごまかそうとしても無駄ですよ。防犯カメラにはっきりと映ってますから。そう言うと、夫はスマホの画像を明美に見せた。実は明美と再会した翌日、ゴミ事件を何とかしたいと考えた夫は、すぐに防犯カメラを設置したのだ。そのカメラに映っていたのは、
特徴的なほくろの女性。そう、間違いなく明美本人だった。俺はこれをもって警察に被害届を出そうと思っています。でも SNS の消去と今後一切俺たちに関わらないと約束してくれるなら今回に限り見逃します。それ本当に私？合成じゃないの？しかし明美は全く認めようとしなかった。話にならないと悟った夫は明美の意見をすべて無視し、ひろしさんと二人で今後のことを決めることにした。その結果、ひろしさんが明美のスマホを直接操作しながら私たちの目の前で SNS の消去を実行。今後についても二度と関わらないようにすると約束してくれた。これで事件解決と言いたいけど、なんだか後味が悪いわね。明美は最後まで自分の行動の正しさと私への恨みをブツブツとつぶやきながら帰っていった。その執着心の強さに私は改めて明美という女性が怖くなった。これで本当に終わったのかしら。そう思わずにはいられなかった。後日、夫がネットで調べた情報によると、明美はもしかすると妄想性パーソナリティ障害だったのではないかという話になった。確かに明美の言動はネットの情報と類似している点がとても多かったし、昔の明美はあんな性格ではなかった。だとしても事実無根の噂を流したり誰かを傷つけていい理由にはならないだろう。どんな理由があるにせよ後味の悪さは解消されなかった。そんな重たい気持ちのまま開店準備を進めていたある日のこと、カフェのポストにまた一通の手紙が入っていた。差出人は明美だ。一瞬ドキッとしたが、今回は切手が貼られていたのでどこか遠くから投函されたものだと分かり少しほっとした。どんな内容が書かれているのかしら。読むのが怖いわ。一人で読む勇気がなかったので夫と一緒に手紙を読むことにした。手紙には荒々しい文字と言葉で、病気が見つかり入院しているが友人どころか息子すら会いに来ないといった内容が私への暴言とともに書き綴られていた。そしてやはり以前と同じように、こうなったのは全て幸子が悪い、あんただけ幸せになるなんてずるいと考えているようだ。退院したらまた何かしに来るんじゃないかしら。そう思うとあの時の恐怖がよみがえり、背筋がゾッとした。しかしその心配はないということを夫がすぐに突き止めてくれた。どうやら明美が入院している場所は終末医療専門の施設らしい。つまり明美の病気は手の施しようがない状態ということだ。親友だった人物のあまりにも悲しすぎる末路に胸が痛んだけれど、もうあんな思いをする心配はないのだと分かり、ほっとしている自分に気がつき、複雑な気持ちになった。こうして複雑な気持ちを抱えたまま迎えることとなったカフェの開店日。地元の友人や近所の方が続々と来店する中、お父さん、お母さん、オープンおめでとう。娘のマリコが孫と旦那さんを連れて来店してくれた。みんな、今日はわざわざありがとう。ゆっくりしていってね。ありがとう。あ、これ、私たちからの開店祝いよ。そう言うと、マリコは大きな紙袋を私に手渡してくれた。わあ、ありがとう。開けていい？もちろん。ウキウキとした気持ちで袋を開けると、中には可愛らしいテディベアが入っていたのだ。そしてその足にはマリコの誕生日と出生体重が刺繍されていた。マリコ、これって。前にこれが欲しいって言ってたでしょ？お母さん、最近ちょっと元気なかったから大奮発しちゃった。大事にしてね。それはずいぶん昔に流行った子供の誕生を記念して作られたオリジナルベアだったのだ。このテディベアは刺繍だけでなく、
重さも出生体重と同じになるように作られている。だからこのクマを抱きしめると生まれた瞬間の我が子の重みを思い出とともに思い出すことができるのだ。この子が私の子でよかった、本当によかった。そう感じた瞬間、私の目から涙がポロポロとこぼれ落ちていった。泣くほど喜んでくれたの？よかった。マリコはそう言うと、とても嬉しそうな笑顔で私を抱き寄せてくれた。その様子を見たお客さんの一人が、オープンおめでとうと声をかけると、店内には自然と温かい拍手が湧き上がったのだ。私は涙でにじんだこの光景を一生忘れることはないだろう。自分の周りにはこんなにもたくさんの人たちがいる。そう思うと、とても心強く感じられたのだ。この先も想像もしないような困難がまた待っているかもしれない。それでも夫やマリコ、たくさんの友人たちの存在がまた私の助けになってくれるだろう。だから怖がらず前を向いて歩いていこう。そう強く思ったのだ。亡き息子の嫁、アリサさんはニヤニヤしながら口を開いた。私、この社長さんと結婚することにしたのよ。玄関先には見知らぬ男性が立っている。ギラギラした顔つきをしており、うさんくさい感じの男だ。アリサさんの目線は孫のミソラとリクと、そしてカイトへと向けられた。というわけで、あとはよろしく。ちょっと待ちなさい。あとはよろしくって、この子たちはあなたの子供でしょ？母親としての自覚はないのだろうか。私の声に振り返り、彼女は再び口を開く。私の子？その前にあんたの息子の子でもあるでしょ？あいつとの過去はすべて必要ないから。ガキどももいらないってこと、わかった？おばあさん。怒りを通り越して、私の頭は真っ白になった。だが、こんな女に今後一切子供たちを関わらせたくないという気持ちだけはある。まだまだ彼女には言いたいことは山ほどあったが、一刻も早くこの場から立ち去ってほしかった。いいのね。私は喜んで子供たちを引き受けるわ。まるで興味がなさそうに振り返りもせず、彼女は立ち去った。あの日から13年。うららかな春の昼下がりにインターホンの音が鳴る。休みの日のこんな時間に一体誰かしら。立ち上がり、インターホンの画面を確認すると、そこにはひどい形相の女が立っていた。カイトが出た瞬間、インターホン越しに、子供を返せだの、分け前をよこせだの、騒がしい声が聞こえる。冷静に対応するカイトの声を聞いて、騒いでいた女は急に塩らしくなった。ガイト、ガイトなんでしょ？その時、私はやっと気がついた。その女は、アリサさんだったのだ。おばあちゃん、いる？おばあちゃん、いる？孫のカイトが玄関先で叫ぶ声が聞こえる。はい、いてますよ。返事をしながら玄関へと足を運ぶと、そこには笑顔のカイトと弟であるリクトがうつむき加減で立っていた。家に帰ったらお母さんまたいなくてさ。あ、でも置き手紙はあったよ。握りしめてきたのだろう、彼らの母親であるアリサさんが残していったぐしゃぐしゃのメモを
私は受け取った。またか。彼女が夜まで子供たちを預けてどこかへ出かけるのは日常茶飯事だった。孫たちを家に上がらせ、私は出かける準備をする。美空のお迎え？カイトの問いかけに私はうなずき、末っ子である美空の幼稚園へ向かった。私は小島里子、もうすぐ60歳だ。さっき家に来たのは息子の雄太とそのお嫁さんである有沙さんの子供たちだ。長男のカイト、次男の陸と、そして長女の美空。大切な孫たちの家は歩いて10分ほどのところにあり、彼らは学校が終わるとたびたび私の家にやってくる。3人はよく懐いてくれているので、私は幸せ者だ。幸せよね。パーパー、何か言った？手をつないで幼稚園から家に帰る道すがら、ため息とともに出た独り言に美空が反応する。今日の夜ご飯は何にしようかなって考えていたら、つい声に出ちゃった。にっこり笑うと美空も笑顔を返してくれる。孫たちが私の家に来てくれるのは大歓迎だ。だが、さすがにこうも頻繁だと、有沙さんの行動に疑問を感じる。前に一度、どういった理由で子供たちを預けて出かけるのかを聞いてみたことがあった。友達のお店を手伝うことになっちゃって、と、一時的なものだと聞かされていたのだが、その回数が減ることはない。パートとして働くなら反対はしないのだが、あくまで手伝いらしい。ばあばあ、お顔が怖くなってるよ。夜ご飯まだ考えてるの？美空の声に我に返る。そうそう、晩ご飯ね。美空は何が食べたい？ハンバーグ。孫たちにこのモヤモヤを気づかれないようにしなくては。私が彼らの母親に対して不信感を抱いてるなんて知ったら不安になってしまうだろう。一度雄太に相談してみよう。そう決めると、私は孫たちとの時間を存分に楽しむことに集中した。夜8時前、有沙さんはバタバタと子供たちを迎えにやってきた。彼らの様子を伝えようとするが、よほど急いでいるのか、有沙さんはほとんど聞いていない。ありがとうございます。それだけ言い残すと、3人を連れて自宅へと帰っていった。お礼を言うだけまだマシか。しんと静まり返った部屋の片付けに私は取り掛かった。それから雄太へ相談する機会を伺っていた私だったが、それはすぐに訪れた。きっかけは私が不慮の事故で腰を痛めてしまったことだ。病院には行ったのだが、立ったり歩いたりするのが辛く、まだ小さな孫たちを預かるのは難しい。事故の話を聞いて駆けつけてくれた雄太に、私は有沙さんの件を切り出してみた。え？母さんが子供たちを預かっていたって？どうやら雄太は有沙さんが子供たちを預けて友達の手伝いをしていることを知らなかったようだ。ごめんなさい。余計なことを言ってしまったかしら。雄太はいぶかしげな顔をしていたが、私が喧嘩をしないように忠告すると。わかったよ。とにかく母さんは安静にしててよ。と不満そうに帰っていった。
すぐに私はアリサさんに連絡を入れ、しばらくの間子供たちを預かれないことを伝える。そうなんですか。どうしよう。でもしょうがないですよね。わかりました。彼女は困っていた様子だったが、理由が理由なので受け入れざるを得なかったのだろう。電話を置いた私は一息ついた。それから1ヶ月、私の腰もだいぶ良くなってきた。この腰痛とは長い付き合いになりそうだが、美空の幼稚園まで歩いて行って帰ってくるぐらいはできる。体調に余裕が見え始めた頃、私は急に孫たちのことが気になった。近況報告がてらアリサさんに電話をしてみるが、呼び出し音が鳴るばかりで一向に出ない。時計を見ると夜の7時を過ぎている。みんな家にいるはずの時間だが、食事の準備で忙しくしているのだろうか。妙な胸騒ぎがした。たまたまタイミングが悪かっただけよね。嫌な予感を振り払うかのように私は自分に言い聞かせる。だが何気につけたテレビを見ていても何も頭に入ってこなかった。そして折り返しの連絡もない。いつまでもモヤモヤしていても仕方がないので、私は直接彼らの家に電話をかけた。しばらくの呼び出し音の後、はい、もしもし、とカイトの声が聞こえた。もしもし、ガイト、元気にしてた？おばあちゃん、腰はもう大丈夫なの？この春から小学4年生になったカイトは、やんちゃだけれど人のことを思いやれる優しい子だ。胸がじんわりするのもつかの間、電話の奥で誰かが泣いている声が聞こえてきた。おそらく美空だろう。美空の泣き声が聞こえるけど大丈夫なの？お父さんとお母さんは？電話をする前に感じていた妙な胸騒ぎがよみがえってくる。お父さんは仕事だよ。お母さんはもうすぐ帰ってくると思うんだけど。なんということだ。嫌な予感が当たってしまった。言葉に詰まっているとカイトが自慢げに話し出す。おばあちゃんのところに行かなくても、お母さんが帰ってくるまでちゃんと留守番できるようになったんだよ。カイトは大丈夫そうだが、美空の泣き声はずっと聞こえている。きっと不安なのだ。それにリクトの様子も気になる。それは偉かったわね。でも美里が泣いちゃってるみたいだから、とりあえず今から行くわね。そう言って電話を切ると、私はすぐに孫たちのいる家に向かった。道すがら私はユータへと連絡を入れた。ちょうど仕事を終えて帰る途中らしく、あと30分ほどで家に着くとのことだ。近くに住んでいてよかったと今日ほど思ったことはない。10分後彼らの待つ家に到着し、部屋の中に入った私は愕然とした。テーブルの上にはコンビニ弁当のゴミが放置されている。まだ育ち盛りの孫たちの夜ご飯がこれ。そしてリビングでは美空が座り込み、しゃくりをあげている。服と絨毯が濡れているのを見る限り、どうやら飲み物をこぼしたようだ。美空は私の姿を確認すると、よろよろと立ち上がり近づいてきた。私も駆け寄り彼女を抱きしめた。リクとはタオルを片手に申し訳なさそうに私と美空を見ている。
美空がジュースをこぼしちゃってさ、リクトと一緒に拭いてたんだ。カイトは濡らしたタオルをリクトに渡し、今度はリクトから受け取ったタオルを洗いに行った。リクト、もう大丈夫だよ。黙ったままタオルで絨毯をこするリクトの手を握る。あとはおばあちゃんがするからね。よく頑張ったね。優しく声をかけるとリクトは目をうるうるさせた。さあ、リクトはミソラの着替えを手伝ってあげて。ミソラ、リク兄ちゃんと一緒に着替えておいで。一段落して子供たちにテレビを見せている間に、私はテーブルのゴミを片付ける。まさか私の知らないところでこんなことになっていようとは。カイトの話では、下校すると母の姿はなく、お弁当が置かれているそうだ。しかもユータの帰りが遅い日だけ。私はアリサさんへの不信感を拭いきれずにいた。今日たまたま起こった出来事であるならまだしも、こんなことがしょっちゅう繰り返されているのなら、それは許しがたい出来事だ。どうやってこんなことをやめさせるべきか。そんなことを考えていると、やがてユータが帰ってきた。息が上がっている様子から、急いで帰ってきてくれたことがわかる。お父さん、お帰り。ユータが何か話したそうにしているのを手で制し、ユータは私に向かっていった。とりあえず、今日はありがとう。あとは、俺がアリサと話をするよ。母さんは、帰ってゆっくり休んで。ユータから漂う凄まじい怒りを感じ取り、彼もきっと私と同じ思いでいるのだろうと思った。ここからは夫婦の話し合いだ。私がしゃしゃり出る必要はない。ユータを信じ、私は自分の家に帰ることにした。翌朝、アリサさんから電話が来た。お母さん、昨日はすみませんでした。これまでにないくらい元気のない声で反省しているのが伝わってくる。私からも釘を刺しておこうと声を出そうとした瞬間、耳を疑う言葉が聞こえてきた。昨日はたまたま急用があって電話に出られなかったんです。電話？子供たちをほったらかしにしていたことを反省しているのではないのだろうか。昨日、お母さんから電話くれましたよね。そうだ、思い出した。家に直接電話をする前に彼女にかけていたのだ。その後のことが衝撃的すぎてすっかり忘れていた。ああ、そうだったわね。で、何かありました？どうやらアリサさんは昨日私が家に押しかけたことを知らないらしい。ユータとは話し合いをしていないのだろうか。ユータから何か聞いていない？思い切って聞いてみたが、アリサさんは何も聞いていないという。きっとユータが気を利かせて私のことを話に出さなかったのだろう。そんなことより、ところでそろそろ私の腰もだいぶ良くなってきたから、また子供たちを預かれそうよ。彼女に任せておくと、また孫たちがほったらかしにされてしまう。それなら私が預かって面倒を見てやろうじゃないか。そう意気込んでいたのだが、アリサさんは予想外の返事をしてきた。あ、子供たちは大丈夫です。私の方も落ち着きましたので、ちゃんと家にいますよ。昨日みたいに休養の時はお願いするかもしれませんが。
誰がちゃんと家にいるって?喉まで出かかったその言葉を必死で飲み込んだ。昨日の夜、この夫婦は話し合いをしているはずだ。私が今余計なことを言うと、話がこじれるだけかもしれない。その場は適当に返事をして電話を切った。だが、彼女の言うことを何一つ信じてはいけないと私は感じていた。その日の夜、私は再び孫たちの家の電話の番号を押した。電話に出たカイトに話を聞くと、ユータは仕事、アリサさんは相変わらず出かけているようだ。ねえ、カイト、前みたいに家に誰もいないときはおばあちゃんの家にいらっしゃい。私からお母さんにちゃんと話をしておくから心配しなくていいのよ。そう言うと一瞬戸惑った様子のカイトは元気よく返事をしてくれた。母親に気を使っているのか、自分たちだけで留守番をするようにきつく言われているのかはわからない。だがこれで彼らに心細い思いをさせなくて済む。孫たちが家に来る日は食事とお風呂を済ませ、8時には家に送るようにした。だがこんなことをずっと続けるのには限界がある。この前子供たちが家に放置されていた時、どんな話し合いをしたのかも気になる。後日、私はカイトからユータの休みの日を聞き出し、メールをする。ユータはすぐにうちまでやってきたので、これまでのことを話してみせた。この前の夜、アリサとちゃんと話はしたんだ。あいつも反省していたようだし、母さんの話をするとさらにショックかと思って伏せていたんだけど。あの日の夜、自分より先に家にいたユータに驚いたアリサさんはすごい勢いで謝ってきたそうだ。急用があってやむを得なかったと。私に気を使うので子供たちだけで留守番をさせることがたびたびあったことを正直に話したと。そして今後こんなことがないようにする、もしも何かあった時にはユータに連絡を入れることを約束したとのことだった。まさかまた同じことになってるなんて。ユータもショックを受けているようだ。信じていた妻に裏切られたのだ、無理もない。だが何かを決意したように私に告げた。週末もう一度話をしてみるよ。今度は必ず片をつけるから、あと何日か子供たちをお願いしてもいいかな。私も一緒に話そうかと思ったが、ユータはそれを受け入れてくれなかった。ユータの言う片をつけるとは一体どの程度のものなんだろうか。私はもどかしい気持ちで週末を待つことにした。そして週末、ユータが子供たちを連れて家にやってきた。話し合いの内容を子供たちに聞かれたくないのだろう。だがどうも様子がおかしい。バタバタと玄関からリビングへと駆け込んできたと思ったら、予想外のことを口にした。アリサが、今朝起きたらアリサがいなくなってたんだ。まさかの展開に私は唖然とするしかなかった。とにかく話し合いをするためにもアリサを探しに行くよ。そう言ってユータは家を飛び出した。不安そうに父の背中を見送る三人に私は声をかけた。きっとすぐに帰ってくるわ。さあ、今日は休みの日だし、どこかへ出かけましょうか。私自身の気を紛らわせたい気持ちもあったのだが、三人ともおとなしく座ったままだ。遠くへ出かける気分にはならないのだろう。
家に閉じこもっていても仕方ないので、せめて近くの公園へ行くことにした。公園で遊び、昼ご飯を食べた後も雄太からは何の連絡もない。何度か携帯を鳴らしてみるが、返事はないままだ。念のため夜ご飯の準備もしておこうと台所に立つと、一番おとなしいリクトが私の服を引っ張った。リクト、どうしたの？普段は自分から話しかけたり動いたりしない子だ。私に何か伝えたいことでもあるのだろうか。リクトの話を聞こうとすると、突然電話の呼び出し音が鳴り響く。ちょっと待ってね。リクトに声をかけた後、私は受話器を取った。小島さんのお宅ですか？こちら警察署ですけれども。体中から変な汗が吹き出してくる。息子さん、雄太さんのことでお話があるんですけれども。なんと雄太が事故に遭い病院に運ばれたとのことだ。私が急いで病院へ向かおうとすると、リクトだけではなく、カイトもミソラも3人で私を見つめている。母親が突然いなくなり、父親まで病院に運ばれた。そんな彼らを家に置いたままにはできない。みんな私についてきてちょうだい。大丈夫、私はあなたたちから離れないから。みんなで手をつなぎ車に乗り込むと、私たちは病院へと向かった。どうか無事でいてほしい、その一心で車を走らせる。ほどなくして病院へ到着し、受付で事情を説明した。受付の方が案内してくれた場所は病室ではなく安置室だった。足取りが重い。何かの間違いなんじゃないだろうか。その部屋の前にたどり着くが、そこから動くことができない。お父さん、ここにいるの？美空はまだ4歳だ。何が何だか分かっていない。だがカイトとリクトはここが病室ではないことを理解しているようだ。おばあちゃん、リクトが怯えながら私に声をかけてきた。その声に応えるように私はドアに手をかけた。誰かがベッドに横たわり、顔に白い布がかけられているのが見える。カイト、リクトとミソラをお願い。あなたたちは見ない方がいいかも。私自身気がおかしくなってしまいそうだったが、孫たちの前でうろたえるわけにはいかない。孫たちが廊下に出たことを確認すると、私は顔にかけられた白い布をそっとめくってみた。自分の子供の顔を見間違うわけがない。この人は間違いなく私の息子、孫たちの父親のユータだ。膝から崩れ落ちた私のそばにカイトがやってきて、黙って私の腕にしがみつく。リクトとミソラは、リクトとミソラは廊下にいるよ。私の心の声を聞いたかのようにカイトが答える。カイトを力強く抱きしめる。一番辛いのはこの子たちだ。私がしっかりしなくてはいけない。だが私の目からこぼれ落ちる涙は止まらない。カイトも同じく私を抱きしめ、互いの肩を濡らすことになった。どれくらいそうしていただろう。待ちきれずにいた
リクトとミソラが私たちのそばまでやってきた。いつも明るく元気な兄が泣いている姿を見て、リクトも何が起こったのかを悟ったようだ。お父さん、もう起きないの？ミソラの何気ない一言に、私は再び目頭が熱くなった。カイトだけでなく、リクトも、ミソラも、そして私も、みんなで泣きじゃくっていたとき、誰かが部屋に入ってきた。コツコツとヒールの音を鳴らしてユータに近づいたのはアリサさんだった。泣きじゃくる私と子供たちに目もくれず、乱暴にユータの顔を確認する。お母さん。カイトが声をかけた。だが彼女はふんと鼻を鳴らしたかと思うと何も言わずに出ていった。呆然とするカイトをもう一度抱きしめる。私の腕の中で彼は震えていた。アリサさんとはそれから連絡がつかなくなってしまった。喪主をするのは彼女の役目であるはずなのに、仕方なく私が代わりを務めることになった。子供たちは私の家で暮らし始め、ユータの葬式が終わって1ヶ月が経った時のことだ。夜ご飯の準備をしていた時、玄関のチャイムが鳴った。インターホンの画面を見ると、やけに派手なメイクをしたアリサさんの姿が映っていた。ミソラがそれに気がつき、玄関まで走っていく。お母さん。ミソラの後について私も玄関まで行くと、ミソラがアリサさんに抱きつこうとしている姿が見えた。だがアリサさんはミソラを払いのけた。まるで汚いものでも振り払うかのように。なんてことするの！とっさに大声を出す。何事かとリビングから覗き込んだカイトとリクトは目を見開いていた。母に払いのけられた衝撃で尻餅をついたような姿で泣いているミソラに、リクトが駆け寄りぎゅっと抱きしめる。私の隣に立ち母をにらみつけるカイト。そんな子供たちを一別し、ニヤニヤしながらアリサさんは口を開いた。私、こちらの社長さんと結婚することにしたのよ。玄関先には見知らぬ男性が立っている。ギラギラした顔つきをしており、うさんくさい感じの男だ。これで私もセレブなの。これからの生活に余計なものは必要ないと思ってね。彼女の目線はミソラとリクト、そしてカイトへと向けられた。というわけで、あとはよろしくね。私にウィンクをしてみせると、さっそうと玄関から出て行こうとした。ちょっと待ちなさい。こらえきれずに彼女を呼び止める。あとはよろしくってどういうことなのよ。この子たちはあなたの子供でしょ？母親としての自覚はないのだろうか。ユータのお葬式にも来ないなんて、あなたおかしいんじゃない？私の声に振り返り、彼女は再び口を開く。私の子？その前にあんたの息子の子でもあるでしょ。あいつには苦労させられたのよ。でもいなくなってくれてよかったわ。私は耳を疑った。いなくなってよかったですって？怒りがふつふつと湧いてくる。ええ、よかったわ。保険金をたんまりかけてたからね。どうやってその保険金を手に入れるか考えてたんだけど、手間が省けてよかったわ。ってこと。開いた口が塞がらない。
それにさっきも言ったでしょ、あいつとの過去は全て必要ないのよ。だからガキどももいらないってこと。わかった、おばあさん。怒りを通り越して私の頭は真っ白になった。だがこんな女に今後一切子供たちを関わらせたくないという気持ちだけはある。まだまだ彼女には言いたいことは山ほどあったが、一刻も早くこの場から立ち去ってほしかった。いいのね、あなたがそれでいいのなら私は喜んで子供たちを引き受けるわ。隣に立つカイトの手を強く握る。さっさと出てって、二度と私たちの前に現れないで。私とカイトはアリサさんに詰め寄り、うずくまっているリクトとミソラから守るように立ちはだかる。そうさせていただくわ。まるで興味がなさそうに一言だけ残し、振り返りもせずに彼女は立ち去った。カイト、台所からお塩を持ってきてくれる？今までそんなことをしたことがないが、無性に何かを投げつけたい気分だ。カイトが持ってきた塩を思いっきり玄関の外に投げつけた。そして翌日、私は役所へ行き、孫たちを養子にするための手続きを始めた。あの日から13年。父親を亡くし母親に捨てられた子供たちの傷はなかなか癒えるものではなかった。私は懸命に愛を注ぎ、いつでも彼らのそばにいた。子供たちも徐々に笑顔を取り戻し、辛い現実を過去のものにできるようになってきている。うららかな春の昼下がり、私はゆっくりとお茶を飲んでいた。テレビから流れる映像をぼんやりと眺めながらうとうとしていたその時、インターホンの音が鳴る。休みの日のこんな時間に一体誰かしら。立ち上がり、インターホンの画面を確認すると、そこにはひどい形相の女が立っていた。通話ボタンを押して対応しようとすると、後ろからカイトがやってきて私を止めた。俺が出る。カイトの手にはボイスレコーダーが握られている。カイトが出た瞬間、インターホン越しに子供を返せだの、分け前をよこせだの、騒がしい声が聞こえる。冷静に対応するカイトの声を聞いて、騒いでいた女は急に塩らしくなった。カイト？カイトなんでしょ？その時、私はやっと気がついた。その女は、アリサさんだったのだ。髪も服装もみそばらしく、化粧気もないのでわからなかったが、カイトは初めからわかっていたようだ。母さんね、思い直したの。やっぱりあなたたち以上に大切なものはないって。親子は離れてちゃいけないわ。今からでも遅くはないから、一緒に暮らしましょう。何を言われても無言だったカイトは、アリサさんが話し終わるのを待ってから、ゆっくりと話し出した。あんた、俺たちの金目当てで来たんだろう？その声は、久しぶりに再会した母親に向けられるものとは思えないほど、憎しみが込められていた。兄さん、どうした？何事かと思って部屋から出てきたリクトは、インターホンの画面に映る母親の顔を見た途端、ぐっと歯を食いしばった。カイトと同じように、画面越しに母親をにらみつけている。お金目当てだなんて。でも、リクトと二人で頑張ってきたんでしょ？それで、こんなに立派に家まで建て替えちゃって。
アリサさんが家を訪ねてきたのは、どうやらカイトとリクと、そしてミソラのインタビューが載った雑誌を見たからだろう。彼女と離れてからというもの、何かに取りつかれたようにカイトとリクとは勉学に励み、2年前に2人で会社を立ち上げるまでになった。カイトが社長になり、大学在学中に起業して成功を収めたとして一躍有名人になったのだ。だがそれは表向きの話で、裏ではリクとの努力が実を結んだものだった。リクとは高校卒業後、進学をせずにカイトと共に会社を起業するために知識や知恵を振り絞っていたのだ。さらにミソラは中学生の頃に街でスカウトされ、読者モデルとして活動していたが、その後アイドルとして芸能界デビューをした。見た目の可愛さに愛嬌のある性格も相まって、今では彼女の姿をテレビで見ない日はないくらいだ。今日もテレビの撮影で朝からスタジオ入りをしている。若くして会社を設立して成功を収めた兄弟の妹が人気者のアイドル。そこに話題性がないわけがない。女性雑誌に取り上げられたインタビュー記事はさらに話題を呼び、カイトには自伝を出版する話まで来ているようだ。ねえ、カイト、聞いてる？猫撫で声でアリサさんがカイトに声をかける。だが、カイトは冷たく言い放った。俺たちの親はあんたなんかじゃない。いや、強いて言うなら。カイトはちらっと私を見た。これまで俺たちの生活を支えてくれただけじゃなく、会社の起業資金まで用意してくれた。リクトが私の肩を抱いてくれる。ミソラの芸能活動も朝から晩まで付き添ってサポートしてくれている。おばあちゃんこそ俺たちの本当の母親だ。嬉しくて涙が出る。だがそんな私の気持ちを踏みにじるようにアリサさんは食い下がった。おばあちゃんが母親だなんて、どうせもうすぐ寿命が来るわよ。それに私の方が長生きするから、この家は私が引き継いであげるわ、母親として。なんてひどいことを言う女なんだろう。冷静に対応していたカイトだったが、とうとう怒りを抑えきれなくなったようだ。声がどんどん荒くなっていく。この家は大事な人を守るために建てたんだ。誰が他人にやるもんか。あと、言い忘れていたけど、この会話は録音させてもらってる。今度自伝を書くときに使わせてもらう。心配しなくても、お前のことはちゃんと醜く表現してやるから。そう言い捨て、インターホンのスイッチを切った。それでもまだ、玄関先でアリサさんが騒いでいるのが聞こえてくる。どうやって追い払うのかと思っていると、リクトがスマホを片手に親指を立ててきた。警察を呼んでおいた。やがてサイレンの音とともにパトカーがやってきて、あれよあれよとアリサさんは連行されていった。でも、またそのうちやってくるかもしれないわ。心配しているとリクトがぽつりと言う。いや、しばらくこっちの世界には出てこられないはず。何のことかわからない私にカイトとリクトが教えてくれた。ユータの事故にアリサさんが関係していたことを。あの日、ユータがアリサさんを探しに行った日、ユータは彼女の足取りをつかんでいたのだ。だが、
彼が目にしたのは、彼女が見知らぬ男と腕を絡ませて歩く姿だった。呆然とするユータは、それでも彼女の後を追う。ところが、突然暴走した車に轢かれ、帰らぬ人となったのだ。どうしてそんなことまで知ってるの？リクトに聞く。父さんの遺品のスマホの中に、あの女と連れの男の写真があったんだ。それで二人で決めたんだ。父さんの仇を討つために必ず成功して幸せになってやろうって。晴れ晴れした表情でカイトが言う。あの女、やっと逮捕されたな。長かったね。二人はお互いに手を握り、新たな意志を固める。さあ、これからだ。これからもっと俺たちは幸せになるんだ。アリサさんが再婚した男は、詐欺まがいのことをする会社の社長で、彼女も詐欺に加担したとして逮捕された。しかもユータを引いた車に乗っていたのも、その会社の社員だったらしい。社長に頭が上がらず、汚れ仕事をさせられたとして訴えを起こしていたそうだ。ユータの保険金もその会社のために使われたそうだが、そんなことはもう私にはどうでもよかった。ユータの無念は彼の子供たちが晴らしてくれたから。彼らの活躍はまだまだこれからも続くだろう。今でも十分私は幸せなのに、まだまだ恩返しがしたいと言ってくれているのだ。過去はもう振り返らない。この命が続く限り、私は彼らと共に明るい未来へと歩いていくのだ。だからユータ、まだもうしばらく天国で待っててね。晴れた日の昼下がり、透き通るような青い空に向かって私は語りかけた。夫が体調を崩して入院することになった。孫のさつきはにこりと笑うと、夫の哲也のもとに一歩近づき、手に持っていた袋からあるものを取り出す。じいじい、早く良くなってね。それは千羽鶴だった。さつき。哲也は驚いた顔で受け取り、しげしげと千羽鶴を眺めた次の瞬間、何かを察したようにビリビリと破ってしまった。え、ちょっとあなた、何してるの？さつきの思いを踏みにじらないで。しかし、哲也の目は冷たい。お前、これがわからぬか？え？哲也に促され、私も鶴を手に取った。よく見ると、綺麗に折られた鶴と、その中に、哲也が元気になったら、また買い物に行きたいというメッセージが綴られていた。これって、私はメッセージの字をぼーっと眺めながら、つい先日あったことを思い出していた。私、折り紙できないんだ。さつきは確かにそう言っていた。ほんわかした空気が一変、冷ややかで重たい空気の中、みんなで黙り込んでしまった。今日の夕飯は、おでんとサバの味噌煮よ。おお、それは酒が進みそうだ。お酒はほどほどにお願いしますね。毎晩交わされる何気ない夫婦のやりとり。私、中野真子が夫の哲也と結婚して35年。哲也は建築会社の経営をしており、生活は順風満帆だった。お父さん、実は今日の取引先からいいお酒いただいたんだよね。哲也に囁いているのは
私たち中野家の次男の直だ。直は学生時代、建築の勉強をすると言って、数年間海外で過ごしていたが、今は一緒に暮らしている。さすが直、早速いただこうか。もう直ったら、あんまりお父さん甘やかさないでね。もちろんわかってるよ。直は子供の頃に哲也が手がけた建築物に魅了され、建築士になりたいと必死に勉強を続け、念願だった一級建築士の資格も見事取得した。勉強だけでなく、学生の頃から直は人望に厚く、多くの人から好かれていた。哲也はそんな直の勤勉さと人徳を評価し、後継にと決めたのだ。直は昔から人の心をつかむのがうまいよな。これくらい当然のことだよ。私は照れた直が頬をかいている様子を微笑ましく思いつつ、ふと携帯を見るとメッセージの通知が入っていた。メッセージは長男の雄大からで、連休が取れないからしばらく帰れないという内容だった。相変わらず忙しいのだろうか。雄大は整体師になりたいと大学で4年間学んだ後に資格を取得し、卒業と同時に一人暮らしを始めた。まだ直と同居していなかったその当時は、雄大は長期休暇があれば決まって実家に帰ってきていた。お母さんのご飯が食べたくなったから帰るね。そう言って帰ってきては、嬉しそうにご飯をたらふく食べる雄大を見るのが私の楽しみの一つになった。こうして良好な関係を築いていた私たちだったが、雄大が実家を出てから3年目の春に新しい風が吹いたのだ。いつものように帰省していた雄大にご飯を振る舞った時のこと。ごちそうさま。珍しくおかわりをせずに雄大はご飯を終えようとしていた。いつもならもっと食べるのに体調でも悪いの？私の問いに対し、雄大は少し言いにくそうに口をもごもごさせてから言った。合コンで出会った女性に一目惚れしたんだ。その人のことを考えていたら夜も眠れなくて。ついに雄大に春が来たのか？話を横で聞いていた哲也が嬉しそうに声を上げる。すごい美人でさ、男子から一番声かけられてたから、俺も負けてられないんだよね。雄大、お前なら大丈夫だ。目をランランと輝かせながら、哲也は雄大の肩に手を置くと力強く言った。ありがとう。哲也から激励を受けて実家を後にした雄大は、その1ヶ月後に晴美と付き合うことになったのだ。交際は順調に続いていたようで、そのさらに1年後には結婚することも決まった。結婚式は一生に1回だし、盛大にあげたいんだよね。結婚の報告とともに、哲也は私に電話で相談してきた。どんな式にしたいのかしら？はるみはグアムで挙式したいって言ってるけど。グアム？予想を上回る回答に私は思わず大きな声を上げてしまった。俺が飛行機苦手だって言ったらすごい不機嫌になって、だったら都内で一番大きなところねって言って聞かないんだ。そう。お父さんにも相談してみるね。その後、哲也に伝えたところ、都内の大手式場なら大歓迎だと言った。これからは何かとお金がかかるだろうからな。俺が式場代ぐらいは出そう。こうして雄大たちの挙式は盛大に行われることになった。式の直前、初めて会った晴美は、確かにものすごい美人で、ニコニコと笑顔を崩さないことが印象的だった。はじめまして。式場代を出してくださってありがとうございます。開口一番に、晴美は私たちにそう挨拶をした。
二人の幸せそうな姿を見れて嬉しいよ。雄大のこと、よろしくお願いしますね。はい、と明るく答えた晴美を見て、いい関係を築いていこうと私は思った。結婚式が無事に終わると、雄大たちは私たちの家から2時間ほど離れた地に家を建てることを決め、新生活をスタートさせた。当初、雄大は今までのように連休の度に実家に帰ってこようとしていたようだ。晴美が連休は家でゆっくりしたいと言って嫌がるんだよね。メッセージでそう伝えてきた雄大に、新婚だから二人で過ごしたいのだろうと納得した。ちょうどその頃に、奈緒が建築士の資格を取り、帰国してきたので、再び私たちと一緒に暮らし始めたのだ。それから一年後、雄大夫婦の間に女の子が生まれたことを機に、初めて晴美たちは私たちの家に遊びに来た。晴美に似て可愛いんだよ。ニコニコと笑みを浮かべた雄大と晴美が娘のさつきを紹介してくれた。私たち仕事が忙しくて、お父さんたちがそばにいてくださって心強いです。できる限り力になるから、困った時にはすぐに言いなさい。なおも私たちの言葉に賛同するようにうざづいていた。ありがとうございます。お恥ずかしいことに私は潔癖症でして、他人の家に長居できないのであまり遊びに来られません。そうなのね。たまには遊びに来てほしいけれど、無理強いはしないわ。ありがとうございます。それからというもの、宣言通り晴美は一切我が家には顔を出さず、代わりによく雄大から電話がかかってくるようになった。お母さん、助けてほしい。決まり文句のようにそう切り出す雄大を、私たちはいつもすぐに受け入れた。子育てに口を挟むことはしなかったが、雄大夫婦が忙しいことは理解していたし、さつきと過ごす時間は私たちの楽しみになった。時は瞬く間に過ぎ、気づけばさつきは小学3年生になり、すっかりさつきも私たちに懐いてくれている。相変わらず忙しい雄大たちに代わって、さつきを買い物に連れて行ったある日のこと。大きめのショッピングモールの中、さつきは目を輝かせていろんなものに興味を示した。じいじ、あれは何？ニコニコと愛想よく笑いながら風船を売っているお姉さんを見て、さつきは不思議そうな顔をして尋ねた。あれはね、風船って言うんだよ。風船？中に空気が入っていて、しっかり持っていないとお空に飛んでいってしまうんだよ。そう言いながら哲也は風船を一つ買うと、しっかりとさつきの手に持たせた。すごい！軽い！嬉しそうに踊りながら笑うさつきに、デレデレと哲也は表情を崩している。すごいだろう？じいじい、ありがとう！その後も哲也は、さつきが惹かれたものをどんどん買い与えた。ご機嫌でさつきが帰っていった数日後、再び雄大から連絡が入っていた。また今日も遅くなりそうなんだ。申し訳なさそうに言う雄大に、遠慮はいらないと伝えた私たちは、さつきが遊びやすい場所をすでに何箇所も見つけていた。ここは公園が広いからたくさん遊べるぞ。我が家にやってきたさつきとみんなで公園に来ると、なおが自慢げに手を広げてみせる。やった！私、ブランコ乗りたい。よし、じゃあブランコ対決しようか。なおもさつきを可愛がり、まるで自分の娘かのようにとことん遊びに付き合っていた。さつきは動き回ることも好きだったので、公園であっても十分に楽しむことができたようだ。毎週のようにさつきと一緒に過ごしていた。そんなある日のことだった。ごほっ。
珍しく哲也は朝から咳が止まらず苦しそうにしていた。あなた大丈夫？ああ感想だろう。何でもないようにそう言った哲也だったが、水を飲んでも喉飴を舐めても一向に収まる気配はなかった。お父さん、僕が病院に連れてくよ。大丈夫だ強がる哲也だったが、咳はひどくなるばかり。そしてついに激しい咳込みとともに血を吐き出して倒れ込んでしまった。あなた、お父さん。なおはすかさず哲也に駆け寄り必死に呼びかけたが、哲也は意識がないようで返事がない。慌てて私が救急車を呼ぶと、哲也は病院へと搬送されることになったので、私と奈緒はタクシーで後を追う。病院に着き、すぐに治療を受けた哲也は、幸いにも重大な病気ではなく、数日で退院できることが分かった。とはいえ、哲也はしばらく安静にする必要がある。私は一度自宅に戻ると、入院に必要なものを揃え、雄大にも伝えた。季節の変わり目が原因だって言ってたけれど、あまり無理はしないでね。涙ぐみながら私は哲也の手を握った。ああ、気をつけるよ。お父さんならきっとすぐに良くなるよ。哲也がしっかり受け答えできることに安堵した私たちは家に戻ることにした。その数日後、私たちが哲也と談笑していたところに、さつきが雄大に連れられて見舞いにやってきた。お父さん、大丈夫？ああ、忙しいのにすまない。思ったよりも元気そうで安心したよ。和やかな空気で雄大と哲也が話しているそばで、さつきは珍しく黙りこくっている。さつき、じいじに挨拶しなさい。いつもなら顔を見た瞬間に花のような笑顔を向けてくれるさつきだったが、雄大に促されても硬い表情をしていた。病院という場所が初めてで緊張しているのだろうと思った私は、さつきに明るく言った。さつき、今日も可愛い洋服着てるね。さつきが着てきた服は以前クリスマスプレゼントで渡したものだ。ありがとう。服を褒めてもらったことで少し気が紛れたのか、ようやく硬い表情が消えた。そしてさつきはニコリと笑うと、哲也のもとに一歩近づき、手に持っていた袋からあるものを取り出した。じいじ、早く良くなってね。それは千羽鶴だった。さつき。哲也は驚いた顔で受け取り、しげしげと千羽鶴を眺めた次の瞬間、何かを察したようにビリビリと破ってしまった。え、ちょっとあなた何してるの？さつきの思いを踏みにじらないで。しかし哲也の目は冷たい。お前、これがわからんのか？え？哲也に促され、私も鶴を手に取った。よく見ると、綺麗に折られた鶴とその中に、哲也が元気になったらまた買い物に行きたいというメッセージが綴られていた。これって…はあ、作ったのはさつきじゃない。ほんわかした空気が一変、冷ややかで重たい空気の中、みんなで黙り込んでしまった。私はメッセージの字をぼーっと眺めながら、つい先日あったことを思い出していた。記録的な寒さだとニュースが報道していたその日、いつものように雄大から電話がかかってきたのだ。ごめん、さつきが熱を出しちゃったんだけど、俺も晴美もすぐ帰れそうになくて。それは大変だ、すぐに園に迎えに行こう。風邪をこじらせたさつきは我が家に預けられ、しばらく寝込んでいた。早く良くなりますように。ご飯や着替えなど面倒を見ながら、空いた時間で私は鶴を折ってあげた。
しばらくは意識が朦朧としていたさつきも、世話の甲斐あって徐々に回復した。ばあば。さつき？ようやく話せるまでになったさつきは、数回まばたきをすると、私が作った千羽鶴に目を向けた。それは？これは千羽鶴と言って、病気が良くなりますようにって願いを込めるんだよ。すごい！私折り紙できないんだ。あら、そうなのね。元気になったら一緒にやろうね。うん、ばあば、ありがとう。さつきは確かにそう言っていた。あの日からまだ日は浅いし、熱が下がって動けるようになったのもつい先週の話だ。仮に調べて折れるようになっていたとしても、今手元にある鶴は、私が作った鶴よりもはるかに出来栄えが良かった。それだけでなく、メッセージの字も、パッと見は似ているが、さつきからこっそりもらう手紙のものと微妙に違う。さつき、怒らないから教えてほしい。これは誰が用意したんだ？徹夜の問いかけに対し、さつきはぐっと唇をかみしめて首を横に振っただけだった。さつき。いくら聞いてもさつきが答える様子はなかったので、徹夜は軽くため息をつくと顔を雄大に向けた。雄大、これまでさつきに買い与えたもののレシートはすべて自宅に保管してる。え？どうしたの？急に。まだ何も察していない雄大は不思議そうな顔で徹夜を見た。レシート内のものをうちに帰って探すんだ。ないなら防犯カメラを確認するように。え？実は私たちは数ヶ月前からさつきの様子がおかしいと感じていた。普段新しい発見があると興味津々だったり、公園でも全力で遊んでいたのに、少しずつ態度が変わっていったのだ。あの日も気持ちのいい晴天で、いつものようにさつきを公園へ連れて行こうとした時のこと。じいじい、公園つまらない。さつきが公園に行きたがらないなんてこれまでなかったので、私たちはずいぶん驚いた。さつき、どこか具合が悪いのか？ううん。新しいおもちゃが欲しいの。この前のおままごとセットはどうだ？つまらないよ。わがままや文句を言ったことがないさつきがそう言うなんて、よっぽどなのだろうと最初は思っていた。そうか。さつきも大きくなってきたし、対象年齢が合ってないのかもな。徹夜は初めての孫のわがままにまんざらでもない顔して、その時は新しいおもちゃを買い与えたのだ。しかし、その後もさつきはなんだかんだと文句を言うようになっていった。じいじい、この前のゲーム、もうクリアしちゃった。え？もうクリアしたのか？まだ1週間しか経ってないぞ。ゲームのやりすぎじゃないか？日頃雄大たちの教育方針には意見しない私たちだったが、さすがに疑問を抱かずにはいられない。そんなにゲームが面白かったか？うん。そうか。じゃあ、さつきが欲しいと思うものを選んでごらん。さつきに甘い徹夜は、その時もさつきに合わせて新しいゲームを買い与えた。しかし、さつきが指定したゲームは対象年齢が合っていなかったり、数量限定で価値の高いものばかりだった。さつき、この前のゲームはどうだった？険しい顔で、さつきはゆっくりと首を振っている。どうしたんだ、さつきらしくないぞ。次はあれが欲しい。え？徹夜の言葉には答えず、さつきはまたおねだりをしてきた。
面白かったとか何かあるだろう。しかしさつきは口をつぐんだままわずかにうなずいただけだった。感想が言えないなら新しいゲームは買えないな。面白かったよ。慌てて取り繕ったように言うさつきにさすがの徹也もため息をついた。あまりやりすぎないってジジと約束してくれるかい？うん、約束。徹也はさつきに新しいゲームを買う一方で、さつきの態度を不審に思い、レシートを保管していた。それからもさつきはゲームだけにとどまらず、おもちゃや洋服などもねだってくる割に、ほとんど感想はなかった。徹也は悲しむさつきの顔は見たくないと思う反面、わがままに育ってほしくないと思い、少しずつさつきに買い与える頻度を減らしていたのだ。その後、私はレシートの束を雄大に渡すと、予想をはるかに超える展開が待ち受けていた。お父さん、お母さん、これどれも見たことのないものだ。無事に徹也が退院したその日、雄大がさつきと共に我が家にやってきては、開口一番にそう言った。やっぱりな。それだけじゃないんだ。雄大はさつきの方にちらりと目を向けると口をつぐんでしまった。さつきちゃん、おじさんと一緒に遊ぼっか。そんな雄大を見てすぐに奈緒が機転を利かせさつきを連れて部屋から出ていく。雄大はスマホを取り出すと防犯カメラの映像を撮ってきたと言ってある映像を見せてきた。いい？さつき。おじいちゃんに可愛くおねだりするのよ。はい。そこには、はるみがさつきに高価なものをねだるよう指示する声が入っていたのだ。なんてことだ。ショックを隠せない徹也だったが、まだ映像には続きがあった。こんなに買ってもらったって、あんた一人では遊びきれないわよね。これは、私の誕生日プレゼントにもらった大切なもので。黙りなさい。あんたのものは私のもの。あんたばっかりにいい思いはさせないわよ。買ってもらったものを取り上げている晴美の姿や、中には戸惑うさつきに対して怒鳴る様子も記録されていたのだ。あんたの面倒を見てあげてるんだから感謝しなさい。そう言ってはさつきが持っていた洋服を無理やり取り上げていた。今日は買ってもらえなかった。はあ？あんたのせいで私が遊べなくなるじゃない。ごめんなさい。今日はご飯抜きね。泣いて謝るさつきに見向きもせず、はるみはその場を後にしたのだ。まだ映像は続いていたが、胸が痛くてそれ以上は見ていられなかった。ひどい。娘になんてことを。俺が仕事でいない間に随分こういうことがあったみたいだ。気づけなかった俺は父親失格だ。肩を震わせ大粒の涙を流す雄大の言葉には悔しさと怒りがにじみ出ていた。もしかしたら他にも隠していることがあるかもしれないな。ああ、探偵に依頼するつもり。その後雄大は宣言通り探偵に依頼したらしい。調査の結果、晴美が浮気をしていたことが発覚した。しかもそれにとどまらず、日頃からさつきを通じて私たちに買わせた品を売って浮気相手と遊んでいたことも分かったのだ。俺、晴美としっかり話をしたい。なおにさつきをお願いしてお父さんたちにも立ち会ってほしい。覚悟を決めた顔で私たちの元へ来た雄大に、なおも真剣な顔で答えた。さつきちゃんは任せて。もちろんだ。俺たちも、はるみさんに言いたいことはたくさんあるからな。ありがとう。後日、
雄大はさつきをナオに託し、私たちのもとに晴海を連れてきた。私、明日も仕事なので手短にお願いします。ツンとした態度で強気の晴海に、雄大が本題を切り出した。晴海、お前隠し事してるだろう。はぁ？何のこと？腕を組み、晴海は眉を吊り上げた。お前が浮気してること、みんな知ってるんだよ。私がいつ浮気したっていうのよ。あくまでもしらを切っている晴海に、雄大は監視カメラの映像と探偵調査で得た写真を見せつけた。これが動かぬ証拠だ。いつの間に？証拠を見せつけられた晴海は一瞬だけ動揺を見せた。妻の私を疑うの？今の時代、こんなものを捏造できるわよ。苦し紛れの言い訳をする晴海に対し、雄大は次々と証拠品を並べる。こんなに大量に捏造できるほど俺は暇じゃない。いい加減認めたらどうだ。証拠品は机の上に乗り切らないほど大量にあった。その山を恨めしそうに睨みつけた晴海は、観念したように口を開いた。大きな建設会社の長男と結婚すれば贅沢できると思ってたのよ。ついに晴海は本音をぶちまけた。でも、いざ結婚したら後継ぎは直くんだって言うし。俺は建築はやらないと最初に言ってたんだから勝手な期待は困るよ。それだけじゃない。せっかく雄大さんは一等地に実家があるのに、直くんのせいで私が一緒に住めなくなっちゃったのよ。晴海が雄大と付き合っていた頃は、ちょうど直は海外にいたので、晴海は結婚したら中野家の実家に入ると思い込んでいたようだ。せっかく狙ってたのにと、ぶつぶつつぶやく晴海に、私たちは呆れて物が言えなかった。お父さんもお母さんも直も、俺の夢を応援してくれたからこそ、実家を出て好きにさせてもらえてるんだ。雄大さんは稼ぎが少なすぎるわ。ぎろりと雄大を睨みつけ、晴海は声を荒げる。さつきはお小遣いやおもちゃをたくさんもらってきたから、私よりもいい思いをするのが許せなかった。私たちがさつきにあげていたお小遣いを奪い、さらにはおもちゃを売ったお金でチヤホヤしてくれる年下の浮気相手と遊ぶようになっていったのだ。私、悠々自適に暮らせると思ったのに、あまりにも惨めな思いをさせられて不満が爆発したの。まるで雄大が悪者かのように言う晴海に、雄大は大きなため息をついた。お前は贅沢しすぎだ。無駄遣いしなければ十分暮らしていける。結婚式もグアムが良かったのに、あんな寂れたところであげる羽目になったこと、未だに許せない。寂れた？日本で一番大きな式場だぞ。晴海は最初から雄大のお金目当てだったことが、その言葉でよくわかった。哲也は眉間にシワを寄せ、頭を抱えている。これ以上、我慢するなんて耐えられなかった。最近ではさつきにくれるおもちゃも減ってたし。明らかに、さつきのためではないと分かっていて買い与えるほど愚かではない。自分の子を使ってまで贅沢しようとしていた晴海に対し、怒りを何とか抑えようと、哲也は両手を強く握りしめている。仕方ないから、お父さんを喜ばせようと千羽鶴を折って、さつきが作ったことにしたんだけど、それが失敗だったわ。ふざけるな。俺のお父さんはお前の財布じゃないんだぞ。雄大は立ち上がり、鬼の形相を晴海に向けた。お前がやったことはあまりにも自分勝手だ。めったに声を荒げない雄大に対し、晴海は怯えている。もう我慢できない。離婚だ。今にも晴海につかみかかりそうな勢いの雄大に、さすがにまずいと思った私は、とっさに口を開いた。
はるみさんがやったことは許されることではないわ。その通りだ。雄大、あなたの気持ちはよくわかる。けど、私は雄大に着席するように促すと言葉を続けた。雄大や私たちとは縁が切れても、あなたはさつきのたった一人の母親なのよ。はるみに対し、諭すように私は言った。母親に怒鳴られたり、物を取り上げられて辛かったはずなのに、さつきはあなたの名前を出さなかった。雄大の怒声が聞いたのか、はるみは目が覚めたように素直に私の言葉に聞き入っている。さつきの気持ちをよく考えなさい。はい。普段遊ぶことに夢中になっているはるみを見て、さつきは寂しかったのだろうと思う。はるみに強く言われても我慢したり、認めてほしいと必死だったから、さつきの行動がエスカレートしていったのかもしれない。さつきの本心を母親であるはるみには気づいてほしいと、あえて私はそこまでは言わなかった。だが、私ははるみの素直な態度を見て、言おうか迷っていたあることを伝えようと決意し、口を開いた。あとね、はるみさん、それに雄大も、二人に伝えておきたいことがあるの。何でしょうか。今回、千羽鶴もそうだけど、入っていたメッセージの字からも、さつきのしたことではないと分かったわ。俺、パッと見せられてもわからないな。頭をかいて雄大は申し訳なさそうに言う。実は、私たちさつきからよくお手紙をもらっていたのよ。私は今までさつきからもらった手紙を机の上に広げた。私、大きくなったらじいじと結婚する。パッと目に入った手紙にはそう書かれていた。風船に乗ってお空で遊びたいな。さつきの手紙からは、両親がほとんど不在なことで寂しい思いをしていることがよく伝わってきた。さつき、ごめん。仕事に夢中になりすぎてたよ。本当にごめんなさい。まるでこの場にさつきがいるかのように、心からの謝罪を口にした二人に、きっと改心してくれるだろうと私は感じた。話が終わると、はるみは我が家に来た時とは打って変わって、借りてきた猫のようにおとなしくなって帰っていった。数週間後、雄大とはるみの離婚が成立した。しかし私たちは、さつきのいい母親であることを条件に、はるみに慰謝料を請求しなかった。あいつ、安い給料だって言ってたけど、やっと仕事が決まったみたいだ。はるみと離れてから1ヶ月後、雄大からそんな報告をもらった。はるみは離婚を機に前の職場を辞めていた。結婚してからまともに働いていなかった彼女は、ことごとく面接で落とされていたようだ。まあ、働くことの大変さを感じてもらえたなら、俺としては嬉しいね。夢を叶えるために苦労した雄大らしい言葉に、私は胸を熱くした。俺、さつきともっと話せる時間を作りたい。今まで以上に大変になるだろうから、この機会に実家のそばに引っ越してきたら？ああ、そうさせてもらうよ。雄大はすぐに実家の近くに部屋を決め、引っ越すことになった。引っ越しが完了してからしばらくして、我が家にはるみから手紙が届いた。なかなか仕事が覚えられず、毎日怒られています。でも、いい母親になるためにも負けません。苦労してるのね。それが社会人として当然のことだ。哲也の言葉からは、はるみに対する応援と期待が込められていることが伺えた。
貯金が貯まったら、さつきにおもちゃを買ってあげたいです。手紙は強い決意を固めた晴美の気持ちで締めくくられていた。しっかり働いて心を入れ替えてほしい。私のその言葉に夫は強くうなずいていた。引っ越ししてからというもの、さつきは我が家へ頻繁に遊びに来るようになった。以前よりも移動の時間が減った分、私たちもサポートしやすく、雄大たちの生活は安定しているように見える。しかし、さつきは時折寂しそうな表情をしていたのが、私にとって気がかりだった。仕方がないとはいえ、母親が急にいなくなって、さつきは寂しい部分はあるわよね。哲也と直と共に遊んでいるさつきを眺めながら、雄大に話す。ああ、夢で見てるのか。時々寝言でお母さんってつぶやいてて、正直さつきには申し訳ないことをしたと思ってる。私たちもできる限りサポートを続けるから、何でも言ってね。まだまだ長生きしなきゃと奮起する私を見て、雄大は微笑んだ。お母さん、いつもありがとう。これからも健康でいてね。私は言葉にこそ出さなかったが、いつか改心した晴美がさつきに会いに来れる日が来るといいと思った。当日やってきた息子夫婦は、明らかに表情が固く、笑顔も引きずっていた。お父さん、お母さん、久しぶり。お父さん、はじめまして。そして結婚25周年、おめでとうございます。いらっしゃい。今日は二人揃ってお祝いに来てくれて、とても嬉しいわ。私は二人に力を抜いてもらおうと、明るく答えた。今日は遠くから来てくれた二人に、俺が張り切ってご飯を用意したんだ。え？お父さんが？だけど、いかんせん慣れないもんで、まだ準備が終わってないんだ。戸惑いながらも、篤彦の好意を受け入れようと、健次郎が席に着いた一方で、リサさんは篤彦のいる台所へ向かっていった。まだ途中でしたら、僭越ながら私もお手伝いさせていただきます。私はテーブルを拭きながら、家族が集まったことで生まれる賑やかさを感じていた。さて、ご飯の用意もできたし、乾杯しようか。今までで一番の笑みを浮かべている篤彦は、グラスを私に差し出しながら言った。一番苦労してきた清美に、ぜひ乾杯の温度をとってほしい。私は篤彦の優しさに胸を打たれ、グラスを受け取った。ドキドキとしながら、ゆっくりとグラスを掲げると、息を大きく吸う。この幸せが永遠に続きま。言葉の途中で、突然リサさんが私の手を強く引き、玄関の方に走り出した。今すぐ逃げて。私は戸惑ったが、あまりに彼女の力が強く必死だったので従うほかない。家の外を出てしばらく行った後、見えてきた喫茶店に入った。散歩についていくのに必死だった私は、ようやく止まれたことに安堵しながら呼吸を整えた。突然すみません。でもこうするしかなかったんです。リサさんはカタカタと震え、顔を真っ青にしながら事情を説明した。篤彦さん、長年の教員生活、お疲れ様でした。私、西野清美は、5歳年上の夫、篤彦にねぎらいの言葉をかける。高校の教師として30年以上勤めてきた篤彦は、今年の春、定年退職を迎えたのだ。ああ。いつもと変わらず、そっけない態度で篤彦は答えた。私は、篤彦が返事をしてくれたことに安堵して、自室へと戻る。ふと、
自室の机に飾ってある埃が積もった写真が目に入った。その写真は結婚式の時に撮った夫との記念すべきツーショットだ。二人とも晴れやかな顔を浮かべていて、私は思わずため息をついた。あの頃に戻れたらな。結婚当時、敦彦は優しかった。毎日のように感謝とねぎらいの言葉を私にかけてくれ、私の手料理も美味しそうに食べてくれた。買い物には必ず付き添ってくれたし、小さな荷物も持ってくれたし、私の体調をいつも気遣ってくれもしたのだ。しかし、結婚生活を積み重ねるにつれ、だんだんと私の家事に口を出すようになっていった。最初は、卵焼きはうんと甘口に作れとか、毎日掃除機をかけろとか、小さなことだったと思う。新婚時代には言われなかったことばかりで、私は戸惑った。しかし、ようやく敦彦が本音をさらけ出してくれたのだと、喜んで応じていたのだ。だが、日が経つにつれ、敦彦からの指摘は多くなっていく。息子が小学校に上がる頃には、少しでも気に食わないことがあると厳しく叱責され、その息子に対しても、敦彦は同じように厳しく接していた。遊ぶ暇があるなら勉強しろ。男なんだから何があっても泣くな。まだ小学生の健次郎に対し高い学力を求め、成績が一番でないとひどく叱りつけるのだ。見えない暴力が私たちを確実に苦しめていった。敦彦は叱責だけを続け、家のことにはほとんど無関心なままだ。健次郎が中学生になった頃から、敦彦の暴力は言葉にとどまらなくなった。なんでこんな点数しか取れないんだ。どうやら健次郎は5科目あるテストの中で1問だけミスをしたらしい。敦彦は憤りを隠そうともせず、当たり散らすように机の上のテストをビリビリに破る。学年で一番の成績なんてとてもすごいことじゃない？完璧じゃないと意味がないんだよ。なんでこの一問だけを間違えるんだ。私は尻込みしながらも健次郎の頑張りを認めてほしくて声をかけた。誰だって間違えることはあるわ。お前がそうやって甘やかすから悪いんだ。お前のせいで俺は恥をかかされるんだよ。敦彦は声を張り上げると、ついに私に対して手を挙げた。敦彦の気が済むまで私はただひたすら耐えることしかできなかった。ごめんなさい、ごめんなさい。敦彦の気が済むまでの辛抱だと私は自分に言い聞かせながら何度も謝り続けた。ここで敦彦の気が済めば健次郎にまで手を出さないだろう。健次郎を守るために私は何度も歯を食いしばった。健次郎が高校生になっても敦彦は変わらなかった。一体お前は何をしてるんだ。健次郎が負けて悔しくないのか。この日サッカー部に入部した健次郎が試合で負けてしまったことで私は責め立てられていた。健次郎は初めての試合だったし、1年生なのにメンバーに選ばれたのよ。それが何より素晴らしいことだわ。ふざけるな。メンバーになったからといって負けていたら意味がないだろう。そう言うと敦彦は私の左頬を思いっきりひっぱたいた。じんじんと痛み出す左頬を抑えながら、私は敦彦の怒りの矛先が健次郎に向かないように必死に言葉を紡ぐ。相手は全国で1位の強豪だったらしいわ。そんな相手に健次郎は2点もゴールを決めたのよ。2点取れるなら3点も取れるだろう。そして今度は私の右頬を思いっきり引っ叩いた。次も無様な結果を出そうものなら容赦しないと伝えておけ。敦彦は
力いっぱい私の両頬を叩いたことですっきりしたようで、捨て台詞を吐くとその場から去っていった。健次郎にだけは絶対手を出させない。私は両頬を氷で冷やしながら自分に言い聞かせる。厚彦は健次郎の成績や試験の結果が出るたびに私に暴力を振るった。お母さん、顔が。泣きそうな顔で健次郎が私のもとに駆け寄ってくる。これくらいすぐに治るわ。健次郎を心配させまいと無理やり口角を上げようとするが、両頬が腫れてうまく上がらない。俺のせいだよね。そんなことない、健次郎は悪くないわ。だって俺がもっといい成績出してれば。お願いお母さん、俺をかばうのはもうやめて。彼の懇願に私の心は痛んだ。子供を守るのが親の役目よ。でも俺のせいで痛めつけられてるお母さんのことをこれ以上見たくないよ。拳を握り、健次郎は声を絞り出すようにしていった。もし万が一お父さんに手を挙げられて傷だらけになってしまったら、高校生活もままならないわ。そうかもしれないけど、人生は一度っきりよ。高校では健次郎に思う存分青春を楽しんでほしいの。私は健次郎の肩にそっと触れ、諭すように伝える。お母さんの人生だって一度きりだよ。私は大丈夫よ。それにお父さんがあんな態度をとってるのは今だけだわ。きっといつか優しいお父さんに戻ってくれる。しっかりと彼の目を見ながら、私はニコリと微笑んだ。俺、迷惑かけないようにもっと頑張るよ。私が引きそうにないことを察したのか、健次郎は力なく言った。健次郎は健次郎らしく楽しんで、お父さんのことは私に任せてちょうだい。彼も私の目をしっかりと見てうなずいた。それから健次郎は高校生活を謳歌し、あっという間に受験生となった。健次郎は私を心配して、家から近いだけという理由で進学先を決めようとしていたらしい。お父さんのことなら心配しないで。でもお母さんはどうするの？私はお父さんとここで暮らすわ。健次郎は私の腕にできた跡を見つめながら、苦虫を潰したような顔をしている。どうしても？ええ、それに私体が弱いでしょ。あまり大きな変化があると耐えられないかもだから。実際私はこれまで旅行に行っても必ずと言っていいほど出先で体調を崩していた。わかったよ。不服そうにしながら健次郎は折れてくれた。努力を重ねた健次郎は無事志望の大学に合格した。ここから新幹線の距離のかなり遠方の大学だ。何かと健次郎に文句を言っていた厚彦だったが、合格したのが名のある大学だったので珍しく満足しているようだった。いってらっしゃい。お母さん、俺、頑張るね。泣きそうな健次郎は私の手を握り、そう言って旅立っていった。健次郎の進学後、厚彦からの暴力は収まったが、叱責は続いた。また風邪をひくなんて、仮病じゃないのか？そんなダサい格好で俺の前をうろつくな。体調や見た目に関して言われることが多かったが、手を挙げられるよりはマシだ。そんな日々を送る私の楽しみは、健次郎から来る連絡だった。季節のことや彼が住む町のことなど、たわいのない話題だったが、いつも私を心配していることはよく伝わってきていた。今年はスイカが豊作みたいでね。
とても甘いんだ。お母さんにも食べに来てほしいな。そうなのね。体調が良ければ行きたいわ。空気も美味しいし、お母さんにとっても過ごしやすい環境だと思うよ。心配してくれてありがとうね。ケンジロウがまめに連絡をくれるおかげで、私は寂しさを感じることもなく、篤彦の叱責にも耐えられる。その生活が4年以上続き、ケンジロウは大学を卒業して地元育ちの女性と結婚した。リホにもお母さんのこと話したら、一緒に暮らしてほしいって言ってたよ。いつものようにケンジロウから来たメッセージ。リホさんとはケンジロウの妻になった人で、とても元気で明るい女性だとよく聞いていた。新婚生活を邪魔したら悪いから、お気持ちだけありがたくいただくわ。ケンジロウにそう返信して、私はひっそりと息を吐く。私は篤彦がいつか元の優しい夫に戻ってくれるという淡い期待を捨てきれずにいたから、ケンジロウの元に行く気はなかったのだ。大丈夫、きっと大丈夫。私は呪文のようにブツブツと唱え、篤彦の叱責を我慢する。おい、俺の靴下どこにあったんだ。私の呪文が効力を発揮することはなく、篤彦からの罵声は毎日のように容赦なく降りかかった。靴下ならそこに。これじゃない。今日は大事な日なんだ。こんなよれた靴下でいけるか。まだ 2,3 回しか使っていない靴下に篤彦は文句をつける。でもそれが一番新しい靴下なんです。まったく、お前は使い物にならないな。靴下くらい毎日アイロンかけてよれないようにしておくのがマナーだろう。明日も同じようだったらただじゃおかないからな。優しさのかけらもない言葉を残し、篤彦は家を出て行った。夫が振り返ることはないと分かっていながらも、私は急いで行ってらっしゃいと声をかける。私に期待してくれているんだから、答えないとね。痛む心を無視するように、私は家事に取り組んだ。篤彦の理不尽な要求に一人で耐え続け、数年が経った。今日定年退職を迎えた篤彦は少し穏やかになったように見えた。この先篤彦と過ごす時間が増えることに不安がないと言ったら嘘になる。それでも篤彦の行動に優しさを無理やり見出して、まだ元の彼を探している自分に嫌気がさした。不安と淡い期待を捨てきれない私は、篤彦がいる日中のリビングにはなかなか近寄れないでいた。夫が部屋にいる時を見計らってテレビを見る。篤彦が好きそうな料理が番組で紹介されていて、今日の夕飯が決定した。テレビを消し、買い物に行くために身支度をする。4月だというのに5度が最高気温だと言っていたので、十分に厚着をする。いつものように家を出ようとしたその時、後ろから篤彦に声をかけられた。ちょっと待ってくれ。荷物持ちに俺も一緒に行くよ。え？予想外のセリフをかけられ、私は手に持っていたカバンを落としそうになる。歩いて行ったら寒いだろ。俺が車を出そう。私はいそいそと準備を始めた篤彦の行動を目で追いながら、これは夢ではないのかと思って手の甲をつねってみる。彼にバレないように手の甲にしたが、多分頬より痛かった。そういえば今日は一言も罵倒を受けていない。よし、じゃあ行こうか。あれよあれよと促されるまま私は車に乗ると、さらに篤彦は驚くことを言った。俺には甘えていいんだぞ。昨日までの篤彦と同一人物であるとは思えない一言に、私は反射的にはいと答えていた。一体
何があったのだろう。さらに厚彦は寒さから思わず身震いした私を横目で見ていたのか、静かにヒーターをつけてくれた。ありがとう。ちらりと私に視線を向けた厚彦がにこりと笑う。厚彦の笑顔を見たのも何十年ぶりのことだ。あまりに久しぶりすぎて、私は驚きのあまり思い切り目をそらしてしまった。車に乗ること5分。厚彦が再び口を開いた。今までごめんな。仕事でストレスが溜まっていて、それを家庭にぶつけてしまっていたんだ。そうだったのね。教員という仕事柄、多くの学生やその親から相当なプレッシャーを受けていたのだろう。俺は下手くそな人間だよ。甘えるどころか大切な家族を傷つけてきて最低だよな。申し訳なさそうな厚彦を見ていたら、私の目からは自然と涙が溢れてきた。私の信じていた優しい夫が戻ってきたのだ。私たちのために一生懸命働いてくれてありがとう。あなたが優しい人なのは昔から知ってるし、ずっと信じていたわ。できた嫁を持った俺は幸せ者だな。恥ずかしそうに笑う厚彦に、私もつられて笑顔になった。ありがとう。これからもよろしくね。もちろんだよ。その日から厚彦は今までの分を取り返すように動いた。恩返しになるかわからないけど、清美の力になりたいんだ。厚彦は真剣な表情でそう言って、私の体調を気遣い、炊事なども率先して行った。十分力になってもらってるわ。本当にありがとう。信じていてよかったと私は思った。月日が巡り、今年も金木犀が香ってくる季節になった頃のことだ。健次郎夫婦が私たちの銀婚式のお祝いをしたいと家に来ることになった。お父さんにリホを会わせても大丈夫かな。来る直前まで健次郎は厚彦の態度を心配していた。大丈夫よ。もう私に厳しいことも言わないし、むしろとっても優しくしてくれるの。本当かな。これまで健次郎夫婦のところに一人で遊びに行くことはあったが、彼らが私の家に来るのはこれが初めてだった。そんなに心配ならお父さんと変わるわよ。電話の向こうで緊張している健次郎も、厚彦の言葉を聞いたら気持ちが変わるだろうと思ったのだ。もしもし、健次郎か。電話を厚彦に渡すと、ぎこちなくも挨拶を交わしている。健次郎、今までごめんな。仕事のストレスでずっと気が立っていて、お母さんと健次郎にきつく当たっていたんだ。電話の向こうにいる健次郎がどんな顔をしているかはわからないが、厚彦の雰囲気から多少のわだかまりは解けたことが伝わってきた。その後数分言葉を交わした厚彦は満足げに電話を切った。せっかく遠方から来てくれるんだから、俺が二人をもてなしたい。厚彦さん。厚彦と健次郎の関係はお世辞にもいいとは言えない。しかし今からでも厚彦が歩み寄ろうとしてくれていることが素直に嬉しかった。ホームパーティーにして食事も全部俺が作ろうと思う。いいじゃない。きっと健次郎たちも喜ぶわ。料理も一から全部やってみる。ずっと負担をかけていたから、お前はゆっくりしていてほしい。思いがけない提案だ。
最近は炊事を率先しているとはいえ、まだまだ料理に苦手意識があってもおかしくない。そんな彼からの提案に、私の心は感謝と感激でいっぱいになった。そういうことなら、お言葉に甘えさせてもらうわね。あ、任せてくれ。私はすっかり楽しみになって、ケンジロウたちのために他にできることはないかと思案を巡らす。じゃあ私は掃除をするわ。キッチンの方は俺が使うから自分でやるよ。キッチン以外の掃除をお願いできるか？わかったわ。こうして私たちは二人で協力してケンジロウたちを迎える準備を進めていった。そうして当日やってきたケンジロウたちは明らかに表情が固く、笑顔も引きつっていた。お父さん、お母さん、久しぶり。お父さん、はじめまして。そして結婚25周年おめでとうございます。いらっしゃい。今日は二人揃ってお祝いに来てくれてとっても嬉しいわ。私は二人に力を抜いてもらおうと明るく答えた。こんな美人な嫁を捕まえるなんて、健次郎も立派な大人になったもんだ。敦彦も健次郎に対して気さくに声をかける。お父さん。今まで感じたことのない父親の穏やかさに、健次郎はひどく動揺しているように見えた。今日は遠くから来てくれた二人に、俺が張り切ってご飯を用意したんだ。え、お父さんが？だけど、いかんせん慣れないもんで、まだ準備が終わってないんだ。指も何回切ったことかと肩をすくめる敦彦は、絆創膏だらけの左手を振ってみせた。ありがとう。その気持ちだけでも嬉しいよ。戸惑いながらも敦彦の好意を受け入れようと、健次郎が席に着いた一方で、里穂さんは敦彦のいる台所へ向かっていった。まだ途中ということでしたら、僭越ながら私もお手伝いさせていただきます。私はテーブルを拭きながら、家族が集まったことで生まれる賑やかさを感じていた。里穂さんが積極的に敦彦と関わりに行ったことで、健次郎は自然と笑顔になっている。それを見て私もとても幸せを感じた。さて、ご飯の用意もできたし、乾杯しようか。今までで一番の笑みを浮かべている敦彦は、グラスを私に差し出しながら言った。一番苦労してきた清美に、ぜひ乾杯の温度をとってほしい。私は敦彦の優しさに胸を打たれ、グラスを受け取った。ドキドキとしながら、ゆっくりとグラスを掲げると、息を大きく吸った。この幸せが永遠に続きま。言葉の途中で突然、里穂さんが私の手を強く引き、玄関の方に走り出した。今すぐ逃げて。私は戸惑ったが、あまりに彼女の力が強く必死だったので従うほかない。家の外を出てしばらく行った後、見えてきた喫茶店に入った。里穂についていくのに必死だった私は、ようやく止まれたことに安堵しながら呼吸を整えた。突然すみません。でもこうするしかなかったんです。里穂さんはカタカタと震え、顔を真っ青にしながら事情を説明した。え？その話を聞き、どんどん私の顔から血の気が引くのを感じていた。里穂さん曰く、飲み物の準備をしている時に、里穂がグラスを運ぼうとすると、敦彦が異常なほど嫌がったらしい。お父さんにバレないようにこっそり行動を観察していたんです。敦彦はキョロキョロと周りを気にしながら、グラスの一つに飲み物を注いだ後、何かを刻んで入れていたと里穂は言った。それはトリカブトでした。
トリカブト？はい。私は山歩きを趣味にしてるんですけど、山って意外と危険が多くて。彼女は両手で自身の腕をさすりながら説明をする。危険な植物、食べてはいけないものなど、山に生えている植物のことはよく調べているので、すぐに分かりました。トリカブトを見たことがない私でも、それに毒があることは知っている。紫色の綺麗なものがグラスに入っていておしゃれだな、としか思っていなかったものが、まさか毒だったとは。驚愕の事実に身を震わせ、あまりのショックに思考が停止してしまう。私の思考を現実に戻したのは、ケンジロウからの電話だった。お母さん、大丈夫？ええ、私は大丈夫よ。ケンジロウは無事なの？なんとか。さっきリホからメッセージで話聞いたよ。お母さんが無事でよかった。ため息をついたケンジロウは、家で会ったことを教えてくれた。まさかお母さんたちが出ていくと思っていなかったのか、お父さんはしばらく放心状態だったよ。ケンジロウが近くにいることにも気づかず、私が逃げたことに呆然としていたようだ。それで突然ハッとなって慌てて家を出て行っちゃったから、お母さんたちを探しているかも。私たちがいる喫茶店はかなり複雑に入り組んだ路地の中にあるので、簡単には見つからないだろう。しかし不安な気持ちは拭えない。でも安心して、お父さんが持っている携帯に位置情報のアプリ入れてあるから。実はケンジロウが家を出るとき、すぐに連絡が取れるようにと私たちに携帯をプレゼントしてくれていた。もしもの備えで入れてたけど、こんな形で役に立つことになるなんてね。苦笑するケンジロウは、父親がしでかそうとした行動への怒りを必死でこらえているようだった。それで俺はお父さんの部屋に入ってパソコンを調べることができたんだ。ケンジロウはリホさんからトリカブトの入手について履歴が残っているかもと検索を頼まれたという。私は普段パソコンを使わないため、敦彦も油断したのだろう。ケンジロウがパソコンを開くと、ロックさえもかかっていなかったらしい。そして敦彦のパソコンには、トリカブトの購入履歴と、敦彦の浮気相手と思われる女性が、保険金狙いで私を亡き者にしようと画策しているメッセージが残っていたのだ。お父さんが急に優しくなったのは、お母さんを油断させるためだったんだろうね。ケンジロウのつぶやきは電話越しに空気に溶けていった。すべて聞き終えた私は、頬を叩かれて目が覚めたような気分だった。まさかあの敦彦さんが。私は走馬灯のように過去の彼の態度を振り返る。確かにケンジロウが家を出てから暴力はなくなっていた。その頃は暴力がなくなったことに安心するあまり、他のことは考えられなかった。その頃から関係を持っていて、私に優しい態度を取るようになった時には、すでに計画を練っていたに違いない。今回はたまたまケンジロウたちがお祝いに来てくれ、リホさんにトリカブトの知識があったからよかったものの、私一人だったら。思い返せば、不自然な点はたくさんある。銀婚式の準備だって、敦彦がキッチンのすべてを仕切っていた。あれはすべて計画を遂行させるためだったのだ。最悪のことを考え、私の全身には鳥肌が立った。ケンジロウ、ありがとう。私、警察に行くわ。わかった。お父さんは全然違う場所に向かってるみたいだ。そう、今しかないわよね。そして私はリホさんと共に警察に話をしに行くことにした。何があっても私がお母さんを守りますからね。リホさんは頼もしいわね。
彼女に励まされると不思議と私の心は落ち着いた。リホさんの持ち前の明るさが空気を軽くした。その後、無事に私と厚彦の離婚が成立した。家に戻った3人は騒動のせいで疲れはあったものの、どこかすっきりとした表情でお互いの顔を見合った。慰謝料も払ってもらうように弁護士に話をつけたよ。何から何までありがとう。さすがの私でも、すでに厚彦にかける恩情はなく、むしろ肩の荷が下りてほっとしていた。さらに、長年にわたる厚彦の叱責や暴力によって心を病んでいた私は、定期的に病院で診察してもらっていたので、厚彦は警察のお世話になることになった。健次郎のおかげで、厚彦の居場所もすぐに突き止められて、慰謝料も退職金から支払われたし、あなたたちには頭が上がらないわ。浮気相手の方も制裁食らったみたいだよ。厚彦によからぬことを吹聴したと思われる女は、彼のパソコンから身元を割り出されて即お縄にかかったらしい。これからは不安なく暮らせそうだわ。長年支え続けてきた厚彦からの裏切りに心はズタズタだった。けれど、二人に心配をかけまいと無理やり笑顔を作った。お母さん、もしよかったら私たちと一緒に暮らしませんか？提案はありがたいけれど、私は一人でも大丈夫よ。体の弱い私がいたら、リホさんにも迷惑をかけてしまう。息子夫婦に迷惑がかかるのは一番避けたかった。健次郎さんを、その身を挺して守ってくれたお母さんを、今度は私たちが守りたいんです。リホさんはそう言うと、私を力強く抱きしめてくれた。リホさん。私の目線の先では、優しい表情をした健次郎が首を縦に振っている。ありがとう。二人がずっとそばにいてくれたら心強いわ。そうして私は健次郎たちの家に引っ越し、新しい生活を始めた。唯一不安視していた体調面だったが、引っ越してから嘘のように元気になったのだ。そのおかげで今まで我慢していたことや行けなかったところに行けるようになり、毎日が新鮮だった。今日も朝日と共に目を覚まし、窓を開けて外の風を吸うと、夏特有のむわっとした空気に包まれる。朝食の準備を整え、三人で食卓を囲んだ。そして、いただきますと挨拶を終えると、私はマヨネーズを手に取った。目玉焼きにはマヨネーズよ。目玉焼きに醤油をかけようとしたリホさんに、私は力強く言った。いいえ、お母さん、断固として醤油です。こんな些細なことでも自然体で言い合える関係になり、私は本当の幸せをやっと手に入れたような気がしていた。二人とも早く食べないとどこにも行けないよ。まるで子供をあやすように健次郎は言う。今日はどこに連れて行ってくれるの？牧場に行ってソフトクリームでも食べよっか。楽しみ。日焼け対策バッチリしないとね。二人とのやりとりに、ようやく手にした本当の家族と愛を実感しながら、これからも力を合わせていこうと心に誓った。この幸せが永遠に続きますように。あの日言えなかったセリフをひっそりと唱え、私は胸を躍らせたのだった。